日本放送機の皆様どうも、中川家の礼二でございます。強しです、今週も始まりました、中川家ザ・ラジオショー。今から3時30分までの生放送でございます。ゴーゴー強しです。ゴーゴー強し。ゴーゴー強し、ゴーゴー。そういうの言っていかなあかんでしょ。いや、言っていかんでよ。ゴーゴー強しです。いや、そんな。びっくりするわ、多分聞いてる人がね、ほんまに。びっくりする。ね、びっくりしますよ、そんなね。はいはい。はい。ね、もういろいろと。まだ寒いね。もうほんまに寒いですか。いやもうまだあったかいで、今日はちょっと寒くなりましたけど。いやもう昨日は3月3日で、あ、今日ダウン着てきたら失敗やったな、ちょっと暑くて。でも帰り寒いとか言うんやろな、うん、そうそう、ダウン持ってきといてよかったって言うんでしょうね、マネージャーに。でマネージャーもそうですねって言うと終わりでしょうね。返事しようがないって。持ってきといてよかった大きい声でうん、だから一応持ってきましたけども、今日じゃあ昨日3月3日でね。ああそう、ひな祭り違いますよ。え、3月3日やで。耳の日ですよ。いや何がちゃうん。いや耳の日やで。いや耳の日かもしれんけど、ひな祭りの方が世間的にはそれ有名や。それ耳の日はないもん。あ、そうなん。そうそう、言わへん。耳の日は明かりをつけましょぼんぼりもうなんかそういうのやれへんね。あ、CM みたいなね、ひな人形の。あ、ほんまやね。うん。うん。やらへんようになったなぁ。なんか、うん、こないだ思ってんけど、うん、あの、バレンタインデーも、あ、ギャーギャー言わんかったね、今年。あ、そうか。なんかニュース見てると、うんうん、なんか好きな人に告白と同時にチョコレートプレゼントみたいなことはもうないみたいね、今。え、今そうなの？もうそういうのもなくなってきた。だからほら、あのチョコレートもらえるかどうかドキドキしてる男の子はもうおらんようになったんよ今。あ、もう渡す風習がもうそんなになくなっていた。俺ももう小学校の時2月13日はもう学校行くも、はい、うん、明日何個もらえるやろうとかみたいなことをねみんなでゼロ個やったけど、あんまね、学校終わってもううろうろして、うん、もらえるんちゃうかと思って、目と目が女の子と会ったらあれえみたいな、一個ももらわれへんかったね。で結局究極の選択で、うんうん、あの自分でチョコレート買ってもらったことにしよう、はい、次の日もらってんって、うん、いうふうに嘘つこうかな思って、うん、なんちゅうのそういう、うん、騙してそうしようかな思ってんけど、うん、なかなかね、うん、その嘘つかれへんのも小学生ね、やっぱり。あ、そうか。でも駄菓子屋行ったらおばちゃんが、うん、なんや、うん、あれもらわれんかったんかいな言われて、おばちゃんがあげようかみたいなね、なんかそういう会話もありましたけどね。だね、ほんまに。もらわれへんかったな。俺一回もったことないんちゃうかな。そんなことないやろ。学生時代はチョコレート。そんなことない。いや、そんなことあるある。だって自分が一番覚えてんねんもん。もらったら覚えてるはずやんか。でもらったらね、みんな、うん、あのモテてる男の子は、うん、冷蔵庫に入れてまだ食べられへんわ、うん、でバーッとね、うん、放課後学校終わって行って、うん、ちょうだい言って、うん、余ってんやったらちょうだいもうないんですよ。だからそういうのもないんです、うん、だからホワイトデーがどうのこうのって今やってないでしょ。でもニュースでやれへんねんもん。だってひな祭りも端午のせ単語、5月5日は。単語やね。単語の男の子の節句やろ。作ったかな、俺、小学校の日。え？かぶと。新聞紙で。新聞紙？うん。買ってもらわれへんから。作って、ニス塗ってガチガチにして、なんかもう、光沢のあるそれっぽいの作ったよね。ないんです。だからそういう、ほら、だんだんそういうのがなくなってくる、行事ごとみたいなね、うん。そうね。恵方巻きもそんなギャーギャー言わんかったもんね。言わんかった。どこ？ね、方角が毎年違うんでしょ？なんか。それもなんかあんまみんな気にせんと。その恵方巻き自体が嫌いやから。ね、どういうこと？恵方巻き。中のあの、伝部。ピンク色のあれ嫌いやね。あれ入れてなかったら食べるけど。マグロ一本で勝負しようねんやったら、僕は。恵方巻きでも食べます。マグロ一本。あの、伝部はいらんわ。もうあれ甘かったらええよってね。昔ね、そういう甘いのがないから、ああいうのパッと入れて子供が食べるようにそうしたんやろうけど。あと豆巻きもなんか、ニュースで映像流れてんかったやろ。あ、流れてん。コロナっていうのもあんねんけど。うん、人集まられん。鬼は外福は内。昔な、よう親父に本意気でぶつけとったのにな。飯食ってる後頭部にバーッ
でも怒らんかったな、親父は。怒らんかった、節分の時はね。うん。これでもかいうぐらいね、次の日大体ね、うん、ランドセルの中とか入ってるようなもの、豆がね。そうそう、だからそういう行事ごとね、もう日本人はちゃんとやらんようになってきてるね。ね、ほんまに。ひな祭りのうち女の子だけど、昨日も何にもやらない。もう十何段飾りの家置いてるの。置けるわけないやんか、そんな。あ、ほんだもうあのガラスケースに入ったおひなさん。モテエリ様とおひな様だけの二つのやつ。いや、二つのやつちゃうんで、そんな。時計ついてるやつ。あれも大きいで、あれも。大きいで。いや、もうほんまになんか。そういうのがなくなってきてる。ないねん、ほんまに。せんかったもん、ほんまに。だからもう3月3日、耳の日の方で、こっちは解釈してるんで。なんなん、耳の日って何や知らん、耳の大事な日ちゃん。で、ちょっと前にあの、山崎春のパン祭りはガーンとテレビでやる。ああいうの見ると春来たなと思うよね。いや、季節は感じるけどね。確かに、ね。テレビ見たら、パンのシールいっぱい冷蔵庫に貼ってる人を見て、ちょっと安心したわ。あ、なるほど。で、皿もらえるんでしょ？そうです、お皿もらえますよ。ああいうのはね、もっとやった方がいいと思うねんけどね。お祭りね、お祭りもね、4月1日はほら、もうすぐエイプリルフールやから嘘つかなあかんやんか。嘘つか、その無理やり。嘘ついたで。小学校の子みんな学校来て嘘ついて、嘘ー言うて。あったね。なんかだんだんそういうのがなくなってきてるんですよね。いたね、なんかもうほんまにちょっと寂しくはなってきたね。寂しいですよ。あ、4月1日は金曜日やってちょうど。あ、ほんならちょうど、この祭りも嘘ばっかついてもいいんじゃない？そうそうそう。まあ、エイプリルフールやからね。うん。もう前半10分ぐらい嘘の話ばっかりするぞ、もうそんな。今日で終わりますとか言いながら。え？今日は何日やと思う？4月1日でしたみたいなのやってもいいんですね。やってもいいんですよ。だから、嘘ついてもそんな怒られへんというね。なるほどね。そんなもう話そんな中、もう昨日は僕は久しぶりにね、ロケでラグビーやっても体ガッチガチ。ああ、そう。ね、足が棒のようになるってこういうこと言うんやろうなと思って、ラグビーなんかやるもんちゃうでな。だって日本代表の広瀬さんがやれへんねやから、スーツ着てきて。そうそうそう。靴がないとできませんって、やっぱりね。そらそうやわな、まあでもね。代わりに僕らがやったけど、ガッチガチや。ガッチガチも。何にもできへん。ボール下落ちてんの拾うのもできへんから、腰が痛くて。情けないもん。いや、メール来てますよ、この方。アキンコさん、足立区の方。昨日、ツイッターでマネージャーが土手のような場所でラグビーをする、剛さん、レイさんの写真をアップされてました。あれは何の撮影ですか？とてもいい写真だったので、中川家ファンは喜んでます。写真遠すぎるやろ、あれ。見た人わかると思うけどね。米粒みたいな。誰かわかんない。ほんまに俺らかみたいなことやけど、江戸川ラグビー場というところでね。そうそう。やりましたけど。河川敷のとこでね。下が土でね、懐かしかったですね。懐かしいね、ああいうのね、ほんまに。もう外国、ニュージーランドの人から言わすとびっくりしたみたいよ。日本のラグビーを土の上でやってる。もう You are crazy って言われたらしいですけどね。ほんまは芝生の上でやる紳士のスポーツ。もゴルフと並ぶ紳士のスポーツですからね。そうね。本当はね。テニスもそうですけど。そう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 。日本だけだ、土の上でやってるの。やってるのね。砂ぼこりの中ね。土まみれや、言うてスパイク洗ってるとかいうのがね。もう日本だけらしいんですけどね。今はさすがになくなりましたけど。そう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 。くたくたですよ、本当に。もうラグビーなんかやるもんちゃうね。ちょっと動いただけやんけどね。よくやってたと思うわ、ああいうの。あれ6年間やってたんやけどね、我々中学校高校生と。ねえ、ほんまに。あれやってたから言うて別に今体力あるわけでもないですけどね。全然ない。ほんまに。その時一緒やったあのね、アンディ。元 TBS の安藤さんが司会やったんですけど。すごかったね。あの人の体力。アンディの体力が。もうだからその撮影の合間合間も、まあ、河川敷でしょ。あ、今ちょっと空いたらずっとあの階段を上り下りして、55歳ですよ、ほんまに。全然若いですね、若いさ、ね、ほんまに。そうそう、これは番組です、大阪のね、番組でね。あ、番組は秘密です。まだですもんね。まだですからね。まあそういうのでね、行ってきましたけどね。朝ラグビー。あ、あとこの告知しとかなきゃいけません、これ載ってるの。5月22日、漫才サミット in 名古屋、開催決定。あ、そうですね。会場12時、開演13時半。はい。みその座にて。名古屋ですね、みその座。先行発売は3月5日から7日。一般発売は3月12日。この人気のイベントなんで。この前に4月に、どこでやるんでしたっけ？札幌ですね。札幌。札幌で漫才サミットがあって。
でこの5月の後に7月ぐらいにもまたやる予定ではあるという。よろしくお願いしますね。サンドウィッチマン中分けナイツということで、はい、この3組でやりますので、よろしくお願いしま す、ね、ほんまにね。あとはどこ行きましたっけね。あ、兵庫県辰野市、うん、あ、行きましたね。お笑いライブ行きました行きました、うん、行きました ね、 ね、そう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 、あ、来てますよ、辰野来てくれた方、ヨッチーさんですね、2月27日に横浜県、あ、いや、兵庫県辰野市の赤とんぼ文化ホールで吉本の漫才と新喜劇の舞台があり、中川家のお二人も出演されてました。私のツボだったのは、赤とんぼの歌を歌う剛さんをレイジさんが親戚のおっさんの歌い方やろと突っ込んだところです。赤とんぼの歌、楽しい時間ありがとうございました。ゆーやーけこの歌い方ほんまは違うんやろ。ゆうやーけ、そうそう、かわいくね、同時さんが歌うと違うんやね、うんうん、ゆうやーけって言うな。歌い出すんでしょうね、この辰野市。大阪住んでる親戚のおっちゃんが辰野市来て、懐かしいなー言うて、昔ちっちゃい時はな、この辺ゆうやーけ、またおっちゃん歌ってるわ。小やけーの赤とんぼ、変えた、ね、赤とんぼのなんかね、歌 の、 あの作曲家か作詞家の方の出身らしいね。なるほど。で有名らしいんですよね、これ辰野、辰野市、辰野市ね、もうなんか言ってましたね、合間に。あ、僕言ってました、あのクッキーとあのスマイルっていうね、大阪で活躍してる漫才コンビと、うん、何しに行ってたんですか。クッキーがラーメン食べたいっていう、ね、うんうん、これ で、 で車借りて、うん、あのスタッフのね、ハイエース借りて、うん、でハイエースで、うん、そう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 、あのラーメン屋さんに出来て、え、美味しかったですよ。あの頃かなんかね、お店でなんかもうその辺では有名な唐揚げも有名なお店で、うんうん、ただちょっと麺が少なすぎるぐらいね、なんかほんまにクッキーと言ったんですけど、一つかみぐらいしかなかったな、ね、すっごいもうなんか上品な味で美味しかったんやけどね、うん、でまあそこで前ね、いろいろこう顔さしたりして、うん、うん、あれやってほしいな言って、お客さんがね、まあ、税関のやつやってほしいな言って、やってこう思いっきりね、机叩いてこうやって立てて、パスポーって言って、知らんふりされましたけどね、やったらなんであれ やってくれ言って、やったらあれなんでみんな知らんふりするのかな思ってね、ちゃんと受けてほしいなと思うんやけど、うんうんうん、でそのクッキーが神社行きたい、うん、神社行ってね、意外とクッキーあんなキャラクターですけど、ものすごいね、ああいうとこ行くとやっぱしっかりして、うん、でレーサーの鳥居くぐるときちゃんと頭下げましたかとか、うん、そう、真面目やな思って、で、うん、なんか何札あるやんか、なんかその安産祈願みたいな、あんな札見てたら、姉さんそんなあんま日本はいいですよ、人のそんな失礼な、そんなやめてた方がいいですとか、あとなんかすごい建造物のね、あの中見てずっと写真撮ったりとか、うん、意外と信心深い男やな、ね、世間とのイメージとかけ離れない感じでね、まあそういうの言ってきました。辻さんもどっか行ってたね、なんか僕また温泉ですね、好きやろ、ね、あったの、ええ、あの市がやってる温泉です、安い温泉おじいちゃんばっかりでね、相変わらず、まあ、シュワシュワのこっちが思ってるよりおじいちゃんね、今いつも温泉行くとおじいちゃん多いねんけど、うん、多いね、うん、だいたい60代後半、うん、70前半、うん、今回はちょっと80代ぐらいが、うんうん、団体がわーわーやってましたわ。でサウナ入って真っ赤っかになって、もうシュワシュワの真っ赤っかでこの人死ぬんちゃうかと思いながらほんなさすがやっぱり、うん、さすがやな思ったのが、うん、おじいちゃんばっかりやから、うん、入る時に電話番号と名前と住所書かされ、ね、倒れたらあかんから言うて、住所と名前と書いて、あ、そうね、連絡先、それぐらいおじいちゃんだらけの温泉に、行ってきましたけどね、もう、うん、サウナこれでもう7回目やって、うん、いやこれサウナ7回入るやろ7回も入るで、ちょっと帰ってお酒ちびっとやって、うん、もう今日は寝るだけやはあよろしいな、わしは言ってる間に聞いてるおっさんバーン出てなんでどっか行こえなんやね話聞け、おっさんって聞かんな、話。聞かんわ。言いたいこと言うたらスーッと出ていって。どっか行くもんね。この人なんか、言うて話振ったりしてね。うん、ひな壇でこう、サウナひな壇やから、まず司会者やな、あの人と思いながら。
この人なんかサウナだけで体調管理してな、うん、もう10年ぐらいやってるもんね、上で降ってね。そうそう、僕なんかもう10年ぐらい、もう同じこと言うなよ。そうしょうがない。同じこと言うな、その振り返りはええから、早く喋れよと思って。うん、10年ぐらいこれでやって、ずっとこの通り、お腹もずーっとこれ、汗かいて、体ずっと絞ってこれ、体型保ってんねん。面白いです。おじいちゃん、おばあちゃんの会話をずーっと、おじいちゃんの会話をね、ずっと聞いてましたけど、うんうんうん、司会者のようにやってましたけどね、もうそれぐらいね。あ、今やることないからね。確かにもう、この間4時間ぐらいか、空いてた。で、またすごい田舎やから。立つのがね。そうなんですよ。うん、そうそう。そう、そんなもんですかね。ね、うん、この間ニュース見たわけわからんニュース、何嘘やろと思ってんけど、あの監督、うん、僕は監督だ言うて、うん、でなんか募集して、うん、ドラマに出してあげる言うて、うん、でなんか呼び出して、うん、でキスシーンの台本をその女の人に渡して、うん、じゃあちょっと早速キスしてみようか。キスしたいがために映画監督になってチラシ配って、もう私なんとかという映画監督です、もう間もなく映画を撮りますがオーディション募集しますよ、うんうん、何人か来たんか知らんけど女の子をそのレンタルルーム呼び出して、キスシーンの台本渡して、じゃあキスしましょうや、ない、それさ、あのよく言うやん、騙される、騙そうも騙される方も悪いって言うけど、俺は騙された女の子は悪いと思う。あ、それはそんなオーディション、うん、ある、うん、で行ったら一人だけのオーディションなんてないで。いや、まあ、まずないね。しかもレンタルルームやろ。レンタルルームそれはないわ。なんか部屋あるやろ。ほんで何人かおるやろ、長テーブルにスタッフが。これは言うとこも絶対おるから。レンタルームガチャったけど、うん、その人一人立っててんて台本持って。どこの監督やろうと思ったやろうけど、そんなキスシーンがあるから言って、うんうん、そうそやで、いや、そんで受講料でお金取られてんね、それむちゃくちゃやな、それそんなんほんまにあんねやと思って、ねえ、言ってしまうんやね、詐欺、詐欺っていうのかな、こういうのはなんて言うんでしょうね。いやもう詐欺もせやし、もうその監禁も入ってるでしょ、そんなんね、呼び出して、そのキスした後やね、ほう、そんなんな発覚すんのかな、うん、はいはいはい、遅いやん、そんなん、うん、まあね、うん、その、うん、その、なんとかという容疑者逮捕されました。うん、はいはいはい、で、家に行ってその人の家を調べてみると、台本がいっぱい出てきました。うん、お前、もっと、その才能生かすよ、台本書いとったんかい、言うて。ほんまに映画監督になりたかったんか。それ騙すつもりの台本なんかな。いや、でもそうやろな。そんなんだって、うん、下手したら俺らかってできるで、漫才の台本書いて募集しまーす言って読んでやな、うん、そうね、うん、で、あのこれキスのネタやから、うん、キスしましょうか。気持ち悪い漫才だ。めちゃくちゃやで。どうやって、よくあるやん、うん、なんかスカウトされて騙されてとか、あるある、だいたいそのオーディション行って金取られるってことはないからね、うん、ないない ない、まずない、それは、うん、ようわからん、まあ、やっぱそれぐらいやっぱなりたいんやろな、そんな行ってすぐ映画出れるわけないじゃん、ね、うん、ないしね、ほんまに、まあ、未だにそういうのがあんねんね、なんかあんねん、キスしてやがんねん、アホやから、いや、そいつ、まあ、もうようあるやん、なんか、うん、この間もやってたの、なんか美容室で、うんうんうん、髪洗ってるときキスしたなんか聞いたな、それ何をしてんねん、お前マッサージとか、ああ、マッサージ。整体とか言って、こう、バキバキって、ちょっと、ちょっとその急に。何した情けないよ、お前はって。情けないな、もう、ほんまに。何をそんなキスしたいねんっていうことやねんけど、わざわざな、そんなこと考えて、アホみたいに。捕まって終わりやで、一生、これ。いや、そうよ、ほんまに。うん。僕らの先輩言いましたけどね、ナンパすんのにネタ見たるから、言って。ちょっとネタ見てるから置いてくるか、そんないろいろあんねん、そんなのが詐欺みたいな、大変なニュースやな、変なニュースやで、もう明るいニュースないわ、ない、いや、ないか、明るいニュースな、全然ない、明るいニュース、これ明るないの、明るいニュースって、これ、コロナやしね、うん、コロナやし、そう、特にやけど、めでたいニュースありますよ、この方、明石市ホームの小林さん、吉本興業の
110周年記念公演の概要が発表されましたね。私も初日の3回目の公演を申し込みます。でも1回目の公演が8時半スタートなんて。え、吉本の朝朝8時半やって1回目110周年で伝説の1日で、まあ、朝から笑いたいか。これね、あもう200何組とかなんか出るんでしょ、これ吉本の。我々も行かしていただきますけど、うん、2日間ね、伝説の1日とか言いながら2日間やるんですけど、まあダウンタウンさんとか、まあさんまさんとかいろいろ豪華メンバーが来たりとかいう、うん、10年前に1回やってね、100周年で、うんうんうん、やりましたね、110年かね、うんうんうん、それをな NGK でこうやるっていう、うん、まあこういうちょっとした、まあ、めでたいめでたいよね、一応な、これは、うん、まあいっぱい芸人さんが見れる。8時半が1回。いや早すぎるわ8時半なんか。これもうちょっと考えてあげた方がええね、お客さんも大変でしょ、こんなねえ、行きたい人行くやろうし、朝からそれだったら全国回ったようなな、吉本の芸人全員でな、あ北海道からずっと、なるほど、うん、あ北海道から南は青森まで、うん、なんぐーっと短すぎるわ昔の漫才やそれ、回ってあげたらええのにのあこっちが行くいうねパターンやね、うん、そう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 、ね、うん、いやまあこれもまたね、まあ、4月やからね、まだまだ先1ヶ月ぐらい先ですけど、うん、そうですね、またいろいろあるみたいでね、まあ、あと、うん、インスタはどうなんですか最近。僕ですか、ラジオで始めましたよって言ってから、うんうん、どうですか。インスタ全く私はもう進展なしですね。ほらもう残念がってるやん、みんな一緒頑張ってやりましょうよ言うて、やりましょうねねーって、ねレジさん一生懸命頑張りましょうねインスタグラムってそこボタンをピュッと押してやりましょうね誰が言ってんねんなって言うてたのにやな、みんなそこのボタンじゃなくてこっちのボタンです、それ服のボタンやからね、そっちの携帯のボタンを押してレジさんねボタン押し、誰が服のボタン押したりすんねんな、そのままそう、僕、まあ僕は全然あはへへじゃなくてやってるんですかって聞いてね、やってません、あはへへじゃなくてマネージャーに任せっきりでなっております、まあ、写真だけ送ってみたいな形になってますよ、うん、私は。はあ、いやだから、うん、その場で自分が打ちたい言葉があるからさ、うんうんうん、それをいちいちほらマネージャーに返してやるとほら時差ができてほらうまいことこう、まあとね、いかへんでしょ、あ、まあ、その時カッカシャッとパパパパって、うん、すごい、もうやってんね剛さん、僕はもう毎日もう、うん、もうええやろいうぐらい返事したりしてますから、うんフォローした人が、フォローした人にした人に、もうそこまで返事せんでええでいうぐらい返事して、返事して返事されたらまた返事し返したりして、僕はちょっとやりすぎなんですけども、まあ日記代わりになるというかね、はいはい、この時こんなんしてたなみたいな映像とともに思い出してするんで、すごいあのボケ防止にはええかなと思うんですけどね、こういうことね、うん、じゃあそれやったらもう今後まあ剛さんは猫でしょ、猫ですね。猫以外のも今後出てくる可能性もあるじゃん。いや、僕はもうずっと猫で行けます。あ、そうなんや。ええ。他やるとほら、またブレてくるんで。これずっとチャウチョル食わせるやつ。景色と、チャウチョル食わせる。いや、それはいいんですけど、あなたですよ、だから。ラジオショーでもね、一応インスタありますもんね。あ、そうね。それなりにこう、パッと写真を載せて。載せてね。一言ポンと。ポンと、パッと。ということで。うん、ええ。いや、ウーフーやないのよ、ね、そういうこっちゃ、そういうこっちゃじゃないのよなんか言うてくれよまあ、ぼちぼち、ね、ぼちぼちやりますよ、ほんまにやらへんわ、もう先週も木本さんに、じゃあほんならレイジサウナでも行こうかって、あそこははい、行きます、もう先輩に言われたらそっからや、行くか行かへんか考えんのは、いや、あかんや、行きます言うてんのに、違う、とりあえず行きます、マジでそれ行きます言うて、お、じゃあいつにしよう、うん、ね、来週連絡しますで、ええね、いや、うん、いや、ちょっと、うん、うん、って、もうあれも先輩が一番、がっかりする返事やから。いや、そやけど、その時に行きますって、喜ばしといて、いざ。その後電話やんか。電話で。ですね、いついつ空いてるんですが、うん、これはちょっとですね、うん、難しいみたいでっていう、うん、そっからほら。もうあそこで、うん、いや、ちょっとって言うと、もう、木本さんは、うん、あのままがっくり片さ、
肩を猫背になって帰っていってたわ。かわいそうに。サウナ行きたかったやろうな。っていうかもうその前に僕は木本さんに、うん、僕サウナは一緒には行けませんのでってはっきり断っといた。断ってるやん。僕ははっきり言ったんで。もう一人じゃないと思うのもうサウナで喋られへんから。下向いて黙々と入るのが好きなんで。そうって言わなかった、ね。みんなで行くもんちゃうんか、ほんなら。サウナ。いや、まあみんなで行くのも好きな人もいますけどね。ああ、大手で、ね。まあまあいいな。ジャバジャバーと入って。うん、うん、うん。サウナの水風呂入ってね。水風呂ね、あれ、ほんまに。いや、ほんと今流行ってますからね、整うとか言って。はい、まあ、整うっていうことでもないねんけどね、うん、僕は。別に。あ、違うの？スカッとするという方が。多分合ってると思うんですけど。合ってる？うん、ほんまね、頭のてっぺんがシーッっていうね、なんか。蒸気みたいな。なんていうの、千と千尋のあの、川の神様来た時みたいな。シーッってもう、いろんななんか、嫌な思い出とかも。あ、なんか抜けていく。抜けていくみたいな感じです。それはわかるんですけどね。だからもう今、うん、これ、今電話してもええぐらいや、木本さんに。なんで？木本さん、サウナ行きましょうよ。木本さんにやった優しい先輩やったもん、何やったら家の前まで迎えに来てくれるかもしれない、うん、それは申し訳ないわそんなことされたら。いやそれぐらいもういろんな仲間と行きたいから、うん、あの人は。ああね、まあ大勢が好きなんやね。何やったらもうあの後行ってもよかったぐらいは。まあちょっと申し訳ないですけど来週終わるまで待っといてくれません。3時半まで3時半まで待っといてくれません。すぐ行きますって言うて。おお、そうか言うて。いやいや、まあ。なってたかもしれない。喜んではくれるやろうけどね。とりあえず、まあ、それは、うん、そうやって返事しとく方が僕は、あ、ええねや。いいと思うんですけどね。あ、いや、あではあかんねや。いや、まあ、とか言うたら、うん、あ、こいついかへんやつなんやなっていうふうに取られてしまうから、そこで一つ、うんうん、コミュニケーションが一つなくなると、まあ、終わるということですよね。言ってくださいよ。いや、もうすごい目力でね、もう木本さん選手ね。そうですよ。もうほんまに。サウナ行っていろんなおっさんの背中見ながら、うん、見ながら、うん、くしくし笑うのも面白いから。何やねん、あのおっさん。何パンパン叩いてんの、お尻とかね。あいつずっとうがいしてんだとか。そんな苦しいんか、サウナ入んの。うぅ、しんどいっていう人おるからね、たまに。じゃあ何しに来たんやって。毎回言うから鍛えてる、冷たいっていう人もいるし。水風呂昔ね、難波のサウナのとこでね、あの水風呂がプールみたいになってるとこでもう裸で泳ぎに泳いでもう男の女の人は見れませんけど、ほんとまあ滑稽なね、ブランブランさしながら出てきたら超紳士なんですけどね。風呂上がって外歩いてる姿はただその泳いでる時はみんな一人の男なんやなっていうね。髪の毛巻き散らしてね。もうおもろい、すっぽんぽん。ただの赤ちゃん、人間なんやなって。水風呂泳いでる時の男って。裸になれば。ただの子供なんやなと思いますけどね。まあ、ああいう滑稽な部分も見れますしね。ああね。ちょっとほんま、まあ、キモさんね、連絡先知ってますから。やたらポカリスエットばっかりずっと飲んでる人おるしね、サウナで。サウナ中で？中で。ゴボ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 って。いろんな人おるんですよ。いろんな人間見れます。ずっと独り言言うてるおっさんとか。うん。うん、でもあれ嫌やね。怖い人がもし入ってきたら嫌やね。あ、まあ怖い人は、まあ今はね、うん、そんなにはいないんですけど。あ、そっか。はあ、まあまあね、まあいろんな人間模様が裸やから。怖い人に席譲ってもらったことあるけどね、ここどうぞ言うて。あ、そう。うん。優しいね、それ。優しい方もいましたけどね。いや、でも面白い。やっぱり行ってみるっていうことが。行ってみるね。うん、そうですね。いや、木本さんほんま一回連絡入れます。はい。だから、うん、インスタをどんどん。あ、そうね。ええ。インスタと木本さんとのサウナ。もうサウナ行ってる時でもいいですし。いいですし。まあ、そんなんいろいろ撮ったりしながら。はい。というわけで、2時間30分生放送スタートです。This program is specially designed to make you laugh shamelessly in the middle of the day. We've got a very special person hosting the show today. Well, without further ado, let's dive into it. Are you ready? The Radio Show!
どうもこんにちは、ザ・ラジオショー金曜日、中川家のレイジです。剛です。はい、このザ・ラジオショー、笑いをテーマに午後1時から3時30分まで2時間30分の生放送、月曜日から木曜日はナイツと曜日替わりのパートナー、土曜日はサンドウィッチマン、そして金曜日は我々中川家が担当しております。パートナーはこの方でございます。日本放送東島由里です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。東島さん、感情からね、今のところでもムズ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 してきていて、ね、認めるか認めないかのこう瀬戸際ですね。難しい。大変ですよね。え、つーさん大変ですもんね。一番目が、そうですね、ポリポリ、この間も目取れるんちゃうかいぐらい書いてる。あ、そうか、2人とも花粉症に出てきますよ、ぼちぼち ね、あったかくなってきたら。ただでさえコロナで大変な時期なんで。そうですよ。よくあの、杉の木をぴょんぴょん飛びながら、ポリポリ描いてる猿いますもんね。なんでそこにおんねんって。あれはかゆいでしょうね。かゆいですよ。猿は分かれへん。自分が花粉症やということね、ちょっとずつ春に、ね、そうですね、はい、そうするとね、インスタでね、また、桜と猫と強いさんとか、菜の花と電車とレイジさんとか、ちょうどいいとこありますね、映える感じで、小湊鉄道映えですね、映え、映えということで、はい、さて金曜日はリスナーの皆さんにメールで参加していただきます。今日のメールテーマはこちら、約束の話放送です。中央事務所から大切なお知らせです。あなたのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか？なぜなら、毎月カードのお支払い時に利息を払いすぎているからです。中央事務所に電話をすれば、現金がいくら戻るのか無料で確認できます。1万人以上の方に毎月お電話いただいています。代表は法務大臣認定司法書士福間直也。あなたには現金がいくら戻ってくる？今すぐ0120-10-10-10-10-10-10。はい、どちらのカードをお使いですか？この時間は、過払い金の確認なら司法書士法人中央事務所がお送りしました。はい、車を高く売りたい世におすすめウェブサイトがあります。車高し、ちょうど車の下取りを考えてたの。下取り？ノンノンノン。車高しのサイトで So many たくさんの買取店を比べてみなきゃ。何それ、素敵。そう、450万人以上が車高しで車売りました。たった1分 You の車のことを入力すれば最大8社の買取額が届いちゃう。わお、簡単。あとは一番高いところに売ればいいってことね。コングラチュレーション、大正解。車を高く売りたいなら車高しで検索。車高しカービュー。ベリーベスト法律事務所よりお知らせです。国は現在、集団予防接種が原因で B 型肝炎ウイルスの持続感染者となった方に最大3600万円の給付を行っています。昨年度のお客様への給付金は平均1100万円以上でした。ところが多くの方が未だに手続きをしていません。まず、B 型肝炎ウイルスに感染していても病気を発症していないため放置している方が多いです。しかし健康な方でも給付の可能性は十分にあります。次に、家族を肝臓病で亡くされた方も放置していることが多いです。しかしこれらが原因で家族が亡くなった場合、遺族などの相続人が給付の対象です。最後にこの給付金ですが、請求期限があります。準備期間も必要ですので、今すぐあなたやご家族がいくらもらえるのか無料でご確認ください。もう一度言います。B 型肝炎の給付金には請求期限があります。準備期間も必要ですので、今すぐあなたやご家族がいくらもらえるのかだけでも無料でご確認を。お電話は 0120-70-7000 番、70-7000 番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。あの、亡くなったお父さんの相談ってダメですよね。いえ、大丈夫ですよ。ご本人が亡くなられている場合、残されたご遺族の方が給付の対象になり得ます。有働由美子、有働のラジオ、次回のテーマは鍵です。家の鍵、ロッカーの鍵、自転車の鍵、私はあの人の心を開ける鍵をまだ手にしていません。
ウドのラジオは今日午後3時半から。中川家のレイジーです。強しです。この時間お届けするのはこちらのコーナーです。ラジオ CM を作ろう。さあ、このコーナー、架空のお店、商品、企業のラジオ CM を勝手に作ろうというコーナーでございます。はい。先週作りました、CM はですね、これも架空でございます。枕ですね、マイスイート夢之助のラジオ CM です。 お聞きください。どうぞ。首が痛い。夜中に目が覚める。寝つきが悪い。そんな経験ありませんか？それは枕のせいなんです。そんなあなたに、マイスイート、マイスイート、マイスイート夢之助。あなたを最高の夢の世界へ。あ、こんな時間、遅刻だ。遅刻する方、詳しくはウェブで。うわ素晴らしい。素晴らしい。あのコーラスのとこはイメージ通りでしたか？夢の助、いやもうイメージ通り。少しずれてていいですね。人間味がある。あるね。楽しそうに歌ってるっていうのがね。詳しくはウェブか。聞きたかったな。聞きたかったね。遅刻するほど、ね。何やったんでしょうね。ほんまに、ね。眠ってしまうということですね。ウェブはないですからね。はい、ね。あんまり勝手に検索しないように、はい、お願いいたします、はい。さあ、今週も来ております。この方は山梨県の方ですね。ラジオネーム、さつまいもさん。お団子屋さんのラジオ CM も、お願いします。みたらし団子、つぼあん団子、ごま団子など、昔懐かしいお団子屋さんです、うん。コロナでなかなかお出かけできてませんが、近所のお花見の、お供におすすめの団子屋さんです。これ架空ですね、はい。なるほど。架空のお団子。うわ、団子怖いよ。あれ怖い。つぼあん、うわ、怖い。ごま団子、怖い。みたらし、団子怖い。あいつ、怖いって言いながら全部食べやがったな。おい、お前が一番怖いのは何だ。最後は渋いお茶が怖い。あら、ま、団子中川屋。どう、これ綺麗と思うんやけど、ね、あの落語のまんじゅう怖いよ、団子にまんじゅう怖いながら食べたら、うんうん、あのみんなが面白かったやつ、まんじゅう怖がるらしいでって、みんながみんな気に入る人がまんじゅういっぱい持ってきて食べさせて、ほんまはまんじゅう好きや、好きだね、大好きや、そうやったらただでまんじゅうが食える、うんうん、っていう話、はい、うん、まあ、絵本にも出てますけどね。出てます、はい、ありますよ、これはね、で最後何が、お前はほんまは一番何が怖いねんって、うん、でまんじゅうたらふく食ったから、うん、最後は渋いお茶が怖いな、うん、言ったら、うん、まあ、お茶出すんか出せへんのか、そこがオチなんでね、はいはい、最後のね下げの部分、まんじゅう怖いという落語を皆さんちょっと、うん、あの検索して見てみてください、はいはい、一回ね聞いてみて、そういう話ですね。ね、このほんまのちゃんとした CM やね、これは。だから団子中川屋の主人が、うん、あの落語、うん、好きなんでしょうね。なるほど、うん、落語会開いたりとかしてるのかな。そうそうそう、店のイートインのとことかで、うん、表のとこに、うん、まだ、うん、なんちゅうか、うん、師匠になってない、あ、二つ目とかそういう、うん、落語の写真貼ってあるでしょうね。潜在写真、このまんじゅう屋の一角を、一角をちょっとその、はい、その子に貸して落語会とかさせてあげてるのかな、はい、隣の蕎麦屋さんのところにもその子紹介して、蕎麦屋休みやったらそこでこの子に落語やらしたってよみたいなことでやってるみたいな、人情味のある団子屋さん、団子中川屋ね。落語が大好きっていう、これ誰から、いや、ほんまに落語家さんがやってくれはったらな、このここの部分だけね、うん、やってくれたらありがたいですけど、サンドさんに頼もうかな、カトラサンドさん。でもこれ、うん、大阪弁よりやっぱり江戸の方がいいですよ ね。この落語はね、なんかなんとなくですけど、だからこの番組の前に一之輔さんがやってでしょ。え、春風亭一之輔さん、一之輔師匠に頼みますか。はい。いや、俺なんかすっごいイメージやねんけどな、やっぱ一之輔さんの声。じゃあ半世紀ちゃんに頼んで。半世紀ちゃんって先輩ですけど、先輩、アナウンサーの、松山さんに、はい、松山さんにさっきお願いした、さっきお願いしといて、松山さんから、うんうん、師匠っていうふうに言ってもら
これでも説得力ありますよ。落語口調でちゃんとしっかりした感じで。うん。絶対あると思う。逆に言われそう、こんなんじゃないとか言われそうな気がして怖いんですけど、でもまあそれがあればありがたい話なんですけども。確かに、他誰か候補いますか。候補はもうあと三藤さん。三藤さんさあどうなってやってもらおう。二やんって今でいいね、無理やり、さあ受付メールアドレスは ngk@1242.com ngk@1242.com、 懸命にラジオ CM と入れていただけると助かります。来週どうなってるんでしょうか。たくさんのご応募お待ちしております。司法書士法人中央事務所より大切なお知らせです。現在キャッシングやカードローン経験者を対象に現金が返金されています。例えば4万円程度でもお借り入れを繰り返すと27万円を受け取れる可能性があります。あなたが受け取れるのかは電話で確認できます。受け取れるのかの確認に費用はいただきません。周りの方に知られることもないし、しつこい営業電話もありません。代表は法務大臣認定司法書士の福間直也。無料の確認ダイヤル 0120-10-10-10-10-10-10 であなたが受け取れるのかご確認ください。桃色クローバー Z、私桃色がいい。えピンクはアーリンでしょ。私も桃色。やっぱ桃色っしょ。ダメダメ、アーリンだって。ストレスインには桃色でしょ。ストレスインには桃色のパッケージ。太田漢方胃腸薬2、神経性胃炎に効く第2類医薬品です。その桃色かーい。司法書士法人中央事務所から現金が返金されるかもしれないお知らせです。自分には関係ないと思わず1分ほどお時間をください。あなたの財布のクレジットカードから現金が返金される可能性があります。どういうことかというと、キャッシングの返済時、知らないうちに利息を多く払ってしまっていて、それが現金として戻ってくるという話なんです。そんなうまい話あるわけないって思いますよね。でも実はこれ、法律で認められた本当の話なんです。対象のカード会社はなんと100社以上で、普段使っているあの有名ショッピングモールやデパートのカードも対象なんです。他にもスーパー、ネットショッピング、交通系、コンビニ、銀行のカードも対象です。手続きをご依頼いただいた場合、カード会社とのやり取り、難しい手続き、すべて中央事務所に任せることができます。代表は法務大臣認定司法書士の福間直也。まずはあなたが受け取りの対象なのかだけでも試しに電話で確認してみてください。確認後はすぐに電話を切っていただいて構いません。周囲に知られることもなく、しつこい営業電話もありません。クレジットカードをお持ちの方は無料の確認ダイヤル 0120-10-10-10-10-10-10-10-10 にお電話を。さあテーマメール紹介していきたいと思います。テーマは約束の話でございます。この方は港区のカズピーさん、小学生の頃クラスメートと放課後に公園で遊ぶ約束をしたのですが、約束をすっかり忘れてしまいました。真っ暗になり親が探しに来るまで待っててくれたそうです。 F 君、ごめんね。あれな、忘れるのね。子供でもね、忘れることはないね、これね。遊びをね、あの 店で待ち合わせしてね、その店行かんと違う店でご飯食べてて、で電話かかってきて、何してんの、何してんのってお前あったわ、違う店で飯食ってたんや、うん、それおいくつの時ですか。27、8ぐらい、ね、恥ずかしかった。恥ずかしいというか申し訳ない。忘れることあんのよ。まあね、ありますわね、まあ、ほんまにね。この方、はい、大分県津久見市ですね、白くない、アルファブルさん。私は病院で次回の通院の予約をするのが苦手です。遅刻しないか心配で1時間ぐらい早く行ってしまったり、遅い時間になると行くのが嫌になってしまいます。病院との約束ですね、これはね。
だいたい昼過ぎぐらいに1時か2時でって言ってしまいますよね。じゃあ1時か2時でどうでしょう。ごめんなさいね、その1時か2時はね、午前中なら僕大丈夫なんですけど、はい、うん、午前中やったら、まあ、8時、8時半、9時、昼過ぎで逆に行ける日なんかじゃない、逆に先生にお聞きしたいんですけど、昼過ぎだと明日ですかね。明日、うん、明日はね、僕がちょっとダメなんですよね。それ朝10時11時ぐらいやったら先生いてないんですか。もうこの明後日しあさっては僕いないんですよ。ええー、ちょっと学会の方でね。あ、そうですか。うん、なんか1週間は開けてもいいんですかね。一週間空けてそちらからご連絡という形でよろしいですか。それで、はい、せえへんなこいつ。先生も病院も買いそうだね。これほんまでもね、あのだいたい午前中行ってると間違いないんですよね。そうなんですね。もう早く済ませるでしょう。午前中に嫌なことは全部済まして、はい、もうね、めんどくさい、今めんどくさいっていうのもあるよ。もうほんまは僕も髪切るのも朝6時とかでいいんですよ。もう嫌なこと朝終わって、ほら一回寝れるやん帰ったら。いや、そらそうやけど、切る方が嫌やろ、朝6時に来られても。朝6時から空いてる美容室ないかな。いや、そっか、美容室も難しいよね。そうですね、美容室の気がね、タイミングが、そうね、大したことせえへんねんけど、やっぱりそのね、腕がええから、やっぱその人自体がね、はい、あのやっぱ忙しいとか、ね、先月僕は初めて無っていうのありましたわ。なん、どういうこと無っていうの。もう、うん、髪切る椅子に座って終わりまで喋らんかった。乗り切れるものですか。そのまま、あ、いつもやってもらってる、いつもの一緒でいいですか、あぐらい、怒ってる。ペコって声も出せんかった、うん、もう最後まで喋らず。まあこんな楽なことなかったですよ。ねえ、すごいね、もうこういう予約ね、頑張っていきましょうね、これはね、通院とかね。そうです、午前中がいいですよ。そう、午前、うん、午前中ね、大体その先生入ってますけど、はい、うん、今日のテーマ、約束の話です。 ngk@1242.com でお待ちしています。続いてはハロー神奈川、神奈川県の情報をお伝えします。日本放送横浜支局の田中さん、お願いします。はい、こんにちは、こんにちは、お伝えします。横浜八景島シーパラダイスでは3月1日から春と初夏のイベント花パラが始まっています。花の楽園八景島をテーマにしたもので、3月から7月にかけての長い期間にわたって開催されます。まずは桜にスポットを合わせたお花見イベントとして、5万尾のイワシによるスーパーイワシイリュージョン、オーカランブ。イワシが群れることで音楽に合わせて海中に咲き誇る桜が立体的に演出されます。水族館ならではの桜の世界が楽しめます。こちらは4月22日まで1日4回アクアミュージアム大水槽で行われます。他にもペンギンたちのお花見パレード、プレーリードッグのお花見、人気のイルカたちのショーも、花パラ期間中はお花の装飾の中でのパフォーマンスとなります。八景島には3月上旬から4月下旬にかけて、さまざまな種類のおよそ700本の桜スポットがあります。今は島内ではオカメ桜がもう咲き出しています。これから大島桜やソメイヨシノへと続いていきますので、八景島シーパラダイスで花パラのイベントとお花見、両方楽しんでください。横浜のスタジオから田中久恵がお伝えしました。田中さん、ありがとうございました。高橋ひかるです。私が出演するオールナイトニッポン55周年記念あの夜を覚えてる、チケット発売中です。日本放送から生配信で送るあの夜の物語、ラジオが好きなあなたのために届けます。見ようぜ。時刻は1時50分です。日本放送ニュースです。ニュースデスク、森田さん、お願いします。はい、お伝えします。まず電車の情報です。
JR 相模線は北茅ヶ崎駅から香川駅の間で発生した人身事故の影響で現在上下線で運転を見合わせています。 JR 相模線上下線運転見合わせです。 JR 東日本によりますと運転再開は午後2時40分頃の見込みです。ご利用の方はご注意ください。ロシア軍は4日、ウクライナ南部にあるヨーロッパ最大級の原子力発電所、ザポロジエ原発を砲撃しました。ウクライナ非常事態庁は、原発の研修施設で火災が発生したと明らかにしました。ザポロジエ原発は、ウクライナの総電力のおよそ2割を担う国内最大の原発で、6基の原子炉があります。ウクライナ当局は、原発周辺の放射線量に変化はなく、火災は主要設備に影響ないと IAEA 国際原子力機関に報告しました。また原発の責任者は安全は確保されていると表明しました。一方 IAEA のグロッシ事務局長は深刻な危険が生じるとして攻撃停止を訴えました。ウクライナ側によりますとロシアの戦車部隊は3日にこの原発が立地する南部のエネルゴダールに入りました。次に新型コロナウイルス対応の政府の基本的対処方針分科会は今日、まん延防止等重点措置の期限をあさってに迎える31の都道府県のうち東京や大阪など18の都道府県について21日まで延長する政府案を了承しました。また福岡など残る13の県を期限通りに解除することも了承しました。分科会終了後記者団に答える山際経済再生担当大臣です。重点措置を終了する県においてもオミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策等を引き続き実施することについて基本的対処方針に追加することも了承されました。で、了承された政府案については山際大臣が夕方行われる衆議院と参議院の議員運営委員会に報告して夜の持ち回りの対策本部会合で決定されます。トラックやバスなどを生産する大手メーカーの日野自動車でエンジンの排出ガスなどにデータ不正の疑いがあることが分かりました。一部のエンジンが国が定めた基準を満たしていない可能性があり下義雄会長と小木曽聡社長が今日午後4時から緊急記者会見して説明します。データ不正をめぐっては国土交通省も調査に乗り出す方向です。おしまいに政府は今日性能上の最高速度が20キロ以下の電動キックボードや特定の条件下でシステムが無人の車を操作するレベル4相当の自動運転移動サービスの許可制に関する道路交通法の改正案を閣議決定しました。警察庁によりますと電動キックボードは16歳未満の運転が禁止される一方免許が不要となります。一方レベル4相当の自動運転移動サービスでは事業者を都道府県公安委員会の許可制とします。過疎地域で住民を乗せる無人巡回バスなどを想定し自家用車は対象外となります。今の国会で成立すれば電動ボードの規定は公布から2年以内自動運転関連は1年以内に施行される見通しです。この時間のニュースは以上です。森田さんでした。ありがとうございました。今週の日本放送ラジオリビングはスペシャルリビング総決算春の大感謝祭を開催中。山形牛の切り落とし、ウォーキングシューズ、パナソニックのエアコン、オーロラ花玉真珠のネックレスセットなど超お買い得商品が日替わりで勢ぞろい。今週のスペシャルリビングをお聞き逃しなく。時刻は1時55分になりました。日本放送交通情報です。警視庁の前田さんお願いします。首都高速道路は3号線の下りの駒沢でトラックなど車3台の事故のため渋谷まで7キロの渋滞です。谷町ジャンクションから用賀までの所要時間は1時間10分かかっています。この影響で上りも駒沢を先頭に東名高速道路に伸びて5キロの渋滞です。4号線の下りは三宅坂ジャンクションの先で事故のため都心環状線内回りの竹橋ジャンクションまで渋滞しています。圏央道の八王子方面への内回りは狭山日高インター付近に故障車が止まっているため7キロの渋滞です。
東京の川越街道の上りは板橋区大山西町で作業のため1キロ半の渋滞です。日本道路交通情報センターの前田でした。前田さん、ありがとうございました。次の日本放送交通情報は2時56分頃お届けします。それではテーマメール紹介しましょう。テーマ、約束の話。この方、埼玉市三橋のマイケル。会社の先輩が大阪出身で歌手の相川七瀬と友達だと自慢していました、うん、今度、会わせてくれるという約束をしたのですが、先輩は辞めてしまったので未だに会えていません。本当に友達だったのか今となって確かめようもありません。約束というかそれ嘘やね。絶対嘘ですかね。言うてるやろね。だから僕らも言われてますよ、多分森口帰ったら、なんか、ああ、レイジ強しなって多分大田ら一回も見たことないですけど、あるんですよ、おい強しとかたまに、あの難波とかで、おおとか言われて、なあ、誰誰ですかいやね、申し訳ないけど、まあまあこっちも覚えてないしね、というのもあったりとかね、芸能人突然親戚友達増えるって言いますもんね。大阪の人間はこういうのはやっぱり言いたがるっていう節はあるよね。そうですね。僕らかって素人やったらそんなこと言うてたかもしれない、ね、誰か知り合いやったら誰か話した、うん、うちのおじいちゃんは東條英機友達や言うてたんじゃない。おじいちゃんあのボケてたんかな、もう背中ボンボン叩いてまで言ってたからね、僕も。いや、どうでしょうか。今日のメッセージテーマ、約束の話です、はい、ngk@1242.com まで。日大は狭間寛平さん登場ですよ、はい、メッセージもお待ちしています。カードローンの過払い金は中央事務所、代表は法務大臣認定司法書士の福間直也。なんとクレジットカードにも過払い金が発生していました。あなたのクレジットカードから現金がいくら戻るのか無料で確認できます。0120-10-10-10 10-10-10。ビッグカメラ小島、この春一人暮らしを始めるすべての人に新生活応援セール。冷蔵庫洗濯機セットは税込み 39,800円から、パソコンセットも 25,800円から。お得な新生活セットは選べる48通り。全国配送設置受けたまわります。ここで中央事務所より消費者金融などを利用した経験のある皆様へ現金が戻ってくるかもしれないお知らせです。現金が戻ってくる、どんなお知らせですか？はい、あなたは過払い金をもう受け取りましたか？実は勘違いから多くの方々が未だに過払い金を受け取っていないようなんです。今日はその勘違いについてお伝えします。どんな勘違いがあるんですか？まずは過払い金の対象となるカード会社の範囲です。消費者金融はもちろんですが、実はデパート、スーパー、銀行系列のカードローンなんかもその対象です。また現在返済中の方も対象ですよ。その他は？利用金額が少なかったり利用期間が短いために自分には過払い金がないと思い込んでいる方が多いみたいです。あとは手続きをすると信用情報に影響が出てしまうとかですね。手続きしても影響はないんですか？はい、関西語なら信用情報に影響はありません。また利用時のカードや書類も必要ありませんし、記憶が曖昧でも大丈夫なんですよ。それは助かりますね。このように勘違いから過払い金を受け取っていない方が多いようです。クレジットカード、消費者金融のキャッシング、カードローンを利用した経験のある方は、間違っていても構いません。お電話5分の過払い金無料診断ダイヤルで、あなたの過払い金をご確認ください。代表は法務大臣認定司法書士の福間直也。0120-10-10-10-10-10-10-10-10-10。想像してください。熱々ご飯に染みてく醤油だれ。一口食べれば、パリポリ食感。キュウリのキュウちゃん。ザ・ラジオショー2時です。午後2時を回りました。中川家の0時です。剛です。日本放送東島入りです。中川家ザ・ラジオショー、笑いをテーマに東京有楽町日本放送から3時30分まで生放送でございます。それでは2時の、強めろさんのお天気でございます。お願いいたします。お願いします。お願いします。お願いします。します。します。はい。晴れてますね今日もね、はい、うん、風は少し強めに吹いている感じがするんですが、はい、さっき旗が倒れてたの風吹いてなかったんですけど、今風がシューッと見た。急に早口、ね、急に早口、
フィニッシュの旗がパタパタ出てます。ベテランですね。車の量はそんなに多くはありませんが、おっとおフィニッシュにベンツ S クラスが入ってきた。いやいや、それはラットっていうようなことでもないんですから。すごい。綿貫さん、今週は大丈夫ですか、ね、綿貫さんはいませんね、今日は、ね、今日はいませんか。お仕事されてますかね。いや、よかったです、ね、頑張ってください、綿貫。ほら、偉そうに言うはい、じゃなくて、まだありますよ。気温は 9.4 度、あ、少し寒いですかね。10度切ってます。湿度が 37.6% です。はい、あのお便りの方来ております。はい、この方、大阪府大阪市の、ブレーキを踏む前に心のブレーキをさんから。そうですね、その通りですよ。はい、私はこの時期花粉症に悩まされていますが、強めろちゃん、何かいい対処方法はありますか、聞きたい。うん、これね、東島さんもね、花粉症気味ですから。はい、そうですね、鼻が取れるほど私も鼻をポリポリかいちゃいますけれども。強めろちゃんも花粉症ですか。はい、あのスチームサウナに入ると、うん、あの少しは和らいだりするという、うん、はい、感じが私はします。だからよくスチームサウナに 、うん、はい、入っております。私は、そうですか。あとはもう我慢ですね。我慢、我慢しかないんです。対処はしようがない。花粉よ、早く過ぎろ。いや、やるぐらいですかね、私は。もう手も足も出てない。花粉のバカ野郎なんて言いながら、言いながら、うん、どっか行きやがれなんて言いながら、うん、はい、花粉症を見過ごすぐらいしかできない。これはやっぱり現実なのでね。うん、あの中川家のあの剛君がね、よくあの鼻がね、うん、こうあのトラック あのトレーラーの先頭みたいにボコって開いて、そこをググググって現れるんだとか、そういうことよくおっしゃってますけど。わかります。わかりますか。はい、あの、はい、鼻を取って、あの車のあの洗車ブラシに当てたいぐらいですね。よくあるでしょ、車がって洗ってるガソリンスタンドとかにあるの。牛島さん、花粉は大丈夫ですか。ね、そろそろなんだか認めたくないんだけどね。そうですね、そう、ほらお化粧も落ちちゃうから、お顔ゴシゴシ洗えないのがね。鼻洗するとかいうふうにも考えたんですけど、はい、息詰まって死にそうになったことあるのでね。あのね、口でしかね、呼吸できませんね。まあ、でもマスクがね、今皆さんやっておりますね。さよなら。おい。なんとなく途中から分かりましたけど、ね、急に変えられる場合もあるということでね。はい、すいません皆さん、はい、お天気の、そうですね、はい、お天気予報、はい、関東地方今日おおむね晴れる予報です。はい、雲の広がる時間はあるんですが、天気の崩れはなさそうですよ。最高気温は東京都心など12度前後で、昨日より低いんですが、平年で見てみますと平年並みですね。はい、はい、あのオープニングでおっしゃっていた通り、うん、はい、あのやっぱり朝晩って結局寒かったりして、はい、日陰を歩く時も寒かったりするので、うん、上着とか何かこう脱ぎ着できるもので調整されてくださいね。はい、さあこの後は本日のお客様、波佐間寛平さん生登場です。お楽しみに。はい、中央事務所よりお知らせです。クレジットカードのお支払い時、払いすぎていた利息が返金されるようになりました。現金を受け取るには確認が必要です。代表は法務大臣認定司法書士の福間直也。無料の確認ダイヤル0120-10-10-10-10-10-10にお電話を。月曜日から木曜日はナイツ、金曜日は中川家、土曜日はサンドイッチマン。お聞きの番組は FM93 AM1242、 ラジオで聞いてもラジコで聞いても日本放送です。東京 FM の手島千尋です。東日本大震災から間もなく11年を迎えます。首都圏に大きな災害が起きたとき、日本放送、東京 FM など東京のラジオ局は協力してライフライン情報をお伝えします。ラジオはあなたを守ります。 Welcome to the Radio Show Guest Show。さあ、この時間ザ・ゲストショーと題しまして、ゲストと一緒に笑いをお届けしていきたいと思います。本日のゲストはこの方でございます。
絶好調。狭間寛平さんありがとうございます。おはようございます。おはようございます。本当お願いします。寛平さん72ですか？そう、72なんですよ。僕も今年73になるんです。ほんま、スーパー超人じゃないですか。え、まだ45、6に思ってた？いや、思ってました。嘘わ、なんでそんなの？そうそう、いや、体もだってもうすごいから。いやいやいや、スーパーおじいちゃんですやん。でもまあ長い、まあ、相変わらず、あの、元気にしてるんですか？寛平さんとそっくりのお孫さんは元気にしてんの？元気にしてんで。そっくりな。そっくりやで。はい、そっくりなんか、いや、そっくりやね。うん。あの、なんなんやろな。はい、あの、一つ飛び越してたんかな。そんな似てんねん。そやねん、もう。怖いしそうな。初めて会った時大爆笑してほんまに似てんねん。男の子ですか？男の子。男の子も女の子も似てんねんけど。やっぱ偉いもんでな、うんうん。遺伝子って飛ぶんやな。そうですね。一つ飛ばすんやろ？一つ飛ばす。飛ばして。遺伝がね。いや、面白かったなぁ。それで、寛平マラソンね。はいはい、はい。やってるじゃないですか。はい、はい。その時に、遠くの方から寛平さんと、うん、あの、お孫さんが走ってきた時にもう笑ったん、僕は。朝似すぎて。双子みたいやったんで。ほんま失礼やで。すいません。ほんま。いや、あんな似てると思わなかったんで。孫は、そんな思ってへんから。あ、いや、思ってへんから。おじいちゃんと一緒に走ってるわ、という感覚できてんのに、二、うん、人を見て笑われた時に、孫落ち込んで、かわいそうに。すいません。おまかんで、一緒に遊んだりするんですか、お孫さんとは。あ、せやな。今、まあ、うん、あの、ちょっとずつ大きなってきてるから、はい、それから、まあ、ちょっとずつ離れていくけど、まあまあ、うんうんうん、小さい時はよく。小さい時はよく遊んだ。いや、やっぱ公園連れていくやんか。はいはいはい。で、あの、運転。運転が好きで、はい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 、ほんまにね、ね、あの、100メートルぐらいは運転できる思ったもん。あ、ずーっとね。ずーっと。もうそれぐらいも。そうそうそう。すごいですからね、うん、子供は。もう家に、うん、あの、運転の、はい、あれをつけてて。おー、家に、うん。家に作っとって、はいはい。だからそれをもうずーっと行ったり来たり、行ったり来たり。へー。うん。ほんで、もう、ちょっとずーっとこう見てたら、うん、あ、これあかんと。うん、なんとなく動きがなんか猿みたいな動きになってくんねんな、あれ。そうですね、慣れてきたらね。はい。これあかんと思って。うまいなぁ。はい。そうやね。だって、ま、孫が俺おじいちゃんと思われへん。思われへん、思われへん。シルエットがね。うん。体も引き締まっても、まあ、まあまあ、ほんまに頑張ってね。はい。いかないか思って。そうですね、もう去年もだって、去年が51周年でしたっけ。そう、51周年。全国回って僕らも一緒に行かせていただいて。いや、あの説は本当いろいろ。いやいや、とてもね、ごちゃごちゃ。ありがとうございます。いろんなとこ行けて。中でも、行さんね、お客さん来ていただいて。来ましたね、ほんまにね。はい、もういっぱいですよ、ほんま。本当、あの、寛平さんの奥様に。うん、はい、いろんなもん食わされてもうだいぶ太りましたわあれ食べろこれ食べろ言われてちょっとうちの嫁に食わされたってどういうことそれなんぼでも持ってくるんですもん、いろんなもの。じゃあ、じゃあね、はいはい、あのうちの嫁にすごい甘えてくんね、なんか、はい、懐いてくんねや、いろいろ話したり。なんでか言ったら、うんうんうん、うちの娘が、はいはい、あの剛のファンで、うん、あ、だから二丁目出てる時とか、はい、ようその剛を追っかけてたんや、はい、昔ね、うん、はい、ほんでまあ剛ももう結婚した言うて、はいはい、ほんでうちの4、うん、あの娘も諦めて結婚したんや、はい、諦めてってそんな不安やったんですか不安やってんなそう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 、だからうちの嫁が、うちの嫁が、もう、つよしと、つよし君と一緒になってたのにな、うん、でも、あの、つよし君と一緒になってたら、お父さんこれやからな、あいつ。そうそう。俺を言うねん。いや、それがいつもの挨拶。あ、それがね。あ、そうね。つよし君今頃だんなやったら、おこれやでっていうね、寛平さんを指さす。指さすって、いつもの恒例のお決まりの。恒例のお決まりの挨拶。ほんなら、つよしが俺に、はい、うん、お父さんって言って。そういうのがあるんですね。俺もやっぱ嫌やわ。嫌ですわ、僕も。僕は義理の親子。そう。周り気遣えろな。気遣うね。気遣う、ほんまに。そんなんがあって、はいはいはい、もううちの、あの、あ、嫁が、いろいろ。もう強し君、強し君って、はいはい、すごい可愛がるわけやん。ありがとうございます、本当にいつも。ほんなら、うん、お母ちゃん、お母ちゃん、会えてきてるような感じがするね。ほな、だから、早よ、食べや、食べや。食べや。いっぱいあるしね、また食べ物がね。なで、僕も調子乗って、今日何があるんとか言う
まあそんなんですね。ほんまやで、すいません。奥さんもちゃんと乗ってくれるんですね。そう、ね、すごいですよ、まあ、そういう中で、ほんま本当にもうお世話になって、うんうん、はい、でもまあ、いやいや、こちらこそ、いや、51年、はいはい、今年52年目で、はい、そうですね。もう、はい、もう落ち着くんかなって思ったら大変ですね、あの吉本新喜劇の、はいはい、なんと GM にゼネラルマネージャーっていう新しい役職に就任されまして、あれね、はい、あの去年の50周年プラスワンで新喜劇を、うん、あそこの、あのホールでやったやんか、はい、東京やはどこやったかな、あの読売ホール、読売ホールですね、はい、やりました、やりました、ね、うん、やりましたよね、はい、あれを社長が、うん、はい、あの見に来てて、はい、岡本社長が、はいはいはい、ほんで、あ、これやと思ってんて、はあ、あの新喜劇は、はあ、昔は僕らがやってるような新喜劇やけど、はい、今の新喜劇はちょっと違うと、はい、うん、だからああいう新喜劇をもう一回ちょっと今の若手とかに、うん、あのちょっと教えたってくれへんかとか、そういう、そういうとこから去年の6月からずっと頼まれて、それでまあちょっと僕無理かもわからん言うてたんやけど、うん、はいはい、まあ、あのうちの嫁が、はい、奥さん、あの、うん、あんたはな、うん、心地のいいとこにおらしてもろてると、うん、ね、うん、例えば大事にしてもろて会社にも、はいはい、ほんであの若手、まあ、うん、お前らとも一緒やけど、はい、一緒に番組させてもろたり、はい、仕事をさせてもろたり、はい、あんたは本当に会社にとっては大事にしてもろてると、うん、せやから、うん、恩返しのつもりであんたのできることはやってみたらどうやって嫁に言われたんや、うん、ほんでじゃあいっぺん頑張ってみようかな言って、去年の6月からずっと毎月、はい、あの打ち合わせをあ、ずっとやってたんですよ。あ、そうなんですか。はい、GM やって、そうなんですよ。具体的にはどういうことをしていくんですか、 GM って。あのとりあえず、はい、あの新喜劇で今110人ほどいてるわけよ、うん、うわ結構多いな、残念、はい、そうやね、はいはい、ほんで出てるのが、うんうん、あのとりあえず30人ぐらいしか出てないわけやんか、はいはい、ほらあと、まあならないですね、もう60人か70人はもう仕事がない言うて、うんうん、なるほど、ずっともう遊んでる状態、もってまたあのコロナやから余計、うん、そうか、減ってますもんね、一年も、もってあの営業もなくなったやんか、うん、それで、まあ、そのメンバーを、うん、まあ、固定してるメンバーだけじゃなしに、うんうん、この遊んでる出れてないメンバーを、うんうんうん、もう入れてやってくれと、つこてやってくれ、うんうん、まあ、僕はそう、もう30日しか出てない、3、40日しか出てないから、うんうんうん、で僕はそこ動いて、はい、ほんで、あの、みんなをもう、平等にせ、うん、せないかんと。ほんで、まあ、さらちにして、一回みんなで頑張れと。はい、頑張ろう、言うて、うん、そういうをやったり、ほんで、あの、漫才劇場はあるけど、はい、新喜劇場がないやん。あ、専門のね。だから、はいはい、それやったら悪いんやけど、で、会社にお願いして、うん、はい、んで、うん、まあ、あの、NGK の下に、はい、新喜劇場を、作ってもらったわけ。うわー、すげえ。そこにも出してもらえるようにして。はい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 。はい、そう、若手中心で。うん、まあ、新喜劇のメンバーばっかり。メンバーでね。で、まあ、うん、ネタバトルとかも、そこで刺して。ほんで、審査員は、うん、はい、まあ、一応、中川家とか。いや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 。え、何が、何が、さっと名前言いました、ね。はいはいって言いかけたけど。あ、マネージャーさんいてるわ。ダメです。そんなこと言うなやん。いやいや、助けるつもりでやな。いやいや、そんな。いや、もっとね。助けるつもり。まあ、第1回目は、はい、浜村淳さん。ほんまですか？ちょ、ほんま、ほんまに。記者会議の時に、いや、まあ、あ、もう、そうなんすか、もう、もう言うたんよ。はい、あの、はい、まあ、あの、ネタバレ、ね、まあまあ、うんうん、あの、うんうん、誰が審査員で来るんですかって言うから、新聞でいっぱい言われたから、はいはい、まあ、そうですね、うん、まあ、僕が持ってるのは、明石家さんまとか、うわわわわ。で、まあ、あの、三枝さん、あれも今の文枝さんとか言うてて、うんうん、はい、そうや、一番もういろんなことを知ってんのは、うん、ああ、この人や、うん、この人を呼びたいと思います、うん、浜村淳さん言うたら、みんながボテーンとこけてそうでしょ、無理に決まってるやんって言うてたのを、はい、なんか新聞に書いてくれたら、うん、それが浜村淳さんの、うん、あの耳に届いて、はい、はい、本当に浜村淳さんが、うん、言ってあげる、うわ、え、すごい、あ、偉い話になった。
そうなんですよ。そうなんですか。はい、第1回目。第1回。それをもう定期的にやっていこうという。そう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 です。そうで、まあ一応、僕らも、そのネタバトルの一番最初に、庄司とコントを。新しい、新ネタをずっとやっていこう思って。GM が自ら、そらいいわ。すごいね。説得力あるわ。そうしてやって、まあ受ける受けへんでも、こんな、年取ってもこなしてやろうとしてるいとこを見せたらみんなが動くやろうと。やっぱその通りです。新喜劇のメンバーはね、漫才っていうのは、やっぱ漫才劇場で頑張って、ほんでネタ作ってまた滑ってまたやり直して、M1 に向かっていくわけやんか、そうですね。新喜劇のメンバーみんなやっぱ甘えてるやん。なるほど。ずっとこうなんか黙っていてたら、ちょっと、座長に、ちょっとお願いします、言ったら出してくれる、言って。なんかの、そう。うんうんうん、だから、そういう子ばっかりやから、それではあかんと。はい、はい、はい。そんなやから、新喜劇て、もうダメなって言ってんねん、言って。ほーっと葉っぱかけて。うん。自らほんでネタやでも、庄司にお願いして、はい。頼むから、ネタバトルやる前に、二人でコントやって、毎週新しいネタやろうって、滑ってもかめやから、言って。ほんなら、そのネタバトルに出る若手に、それを見せて、俺らもこないして年行っても頑張んねやから、お前らも頑張れよ、言うて。なるほどね。そうやってずっと言うて。庄司さんは何て言うんですか、やること。庄司。はい。やろう。ああ、すごい。ヤギと羊が。滑るかも分からんけど、72歳と66歳のだから悪いんやけど、お前らも頼むから助ける思って審査員として出てくれへんか。お断りします。何を聞いてたの。お前そんな俺は今熱くなんか自分の心を一生懸命言うてんのに、お前そんな簡単に断るか。途中から。わかりました。頼むから。はい。じゃあ、レイジ君。うん。一人で行く。なんで俺だけやねん、それ。なんで俺だけやねん。頼むわ。僕なんかよりもっとええ審査員はいっぱいいてますから。いや、それこそ。違うやん。よう考えて。M1 で一番最初に優勝してるんだよ。それはわかります。そうやろ。はい。その方に来てもらって、ほんまに審査員やってくれたら、どんだけみんなが頑張ろうという気になってくれる？やります。え？ほんまに審査員やってくれるか？やります。どのタイミングで言うねん、お前。はい、わかりました。ほんまやな。あそこまで言っていただけるの幸せです。本当に今、ラジオでお前言うたよな。本当に。うわ。お前、ほんまやろ。やります。え？マジで？はい、審査員やります。本気か？本気か？誰がモンキーやねん。ごめんなさい。俺が言うんじゃん。寛平さん、寛平さんが言うんだ。やります。ありがとうございます。ほんまに。これはほんまにね。一肌脱がしていただきます。もうそれは、いや、本当に。よろしくお願いします。ほんまにね、もう、2000、何？入場料いうの？入場料？はい。起動1000円の？起動1000円。入場料で言う。2000円やね。2000円。安いやね。安い。ほんで何倍入っても300人ぐらいしか入れんとか。そうなんですか。どうしても、ほんまにギャラとしては渡されへん。いやいや、全然。車賃。それはもう全然大丈夫です。いや、車賃でお願いします。はい。わかりました。3500円で一つ。もう全然、その、お金なんで、もういいです。もうそこは。大丈夫です。いやいや、すごい。いや、ほんまにこの寛平さんのね、圧が、熱が。ありがとうございます。で、寛平さん、次、さんまさんとこ行きますよね。いや、よいかん。いや、名前出してましたやんか。後輩ですやん。後輩ですやん。さんまさんも僕らも同じ後輩なんですよ。じゃ分かってるけど。寛平さんからしたら。さんまちゃんとこにはちょっと、行きにくいね。行きにくいですか。ほな、仮に、お前らが行ってくれへんか。あ、いや、それも怖い。怖いな、これ。俺の代弁として。めちゃめちゃプレッシャーやな、なんでお前に言われなあかんねん、言われた終わりですやん。大丈夫。今、GM になった言うだけでも、はい、大丈夫でっか。
こうずっと言われるからね。さんに言われてよう言われる。もう会うたびに、いや大丈夫でっか言って、みんなが心配してくれる。だからもうなんとかその若手を、そのスターを育てようと新喜劇から。そうなんですよ。ね、もう今までそのまあ新喜劇以外でも活躍する人材をっていう感じですね。そうなんですよね。もう本当にわかりました。今本当にね、うん、劇場でも、うん、本当のもう漫才さん、色、う、物、ん、さんのおかげで。はい、NGK でもいっぱい入るやん、はい、入るけど、はい、それはやっぱり中川家とか安友とか、はい、ほんと今の若手の漫才、はい、売れてる芸人なんかいてるから、はい、今入って、うん、その後新喜劇するけど、はい、やっぱ新喜劇を見ようとして入ってきえへんやんか、はい、あだから、うん、ああこの人らが出てる新喜劇見ようというぐらいせんと、うん、わかりました、あかんから、はい、もう持たへんやん、もうこっちが新喜劇ね、いろいろね、やっていかないと、うん、もう若い子がどん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 出てくることに、うん、はい、そうですね、だからなんとかね、はい、うん、お願いしたいな思ってね、いや、うん、お願いします、もう決定ですから、決定ですから、あもう昔からもう寛平さんにはもうお世話になってますから、もうそれは本当に金のない頃からお世話になってますんで、本当ですね、こちらこそ、ほんまに、いや本当ですよね、いや、はい、本当にみんなでじゃんけん大会、うん、10万円ここにね賞金としてある、これをじゃんけん大会ってみんなでした時に、はい、こいつおいお前レジそんなに金ないのかって、分かった、なかったお前、うん、後出しでもええから勝てよ、はい、言うて、はいはい、お前後出しばっかりして勝ってたな、勝ちましたほんまに、すごい状況ですね、そう誰も何も言われへんねやろな、多分番組の打ち上げでみんな酔っ払ってるから後出しかさ、ね、早出しか分かれへんって分かれへんから状態でいただいて、でも一番最後に後出しすんねそうなんですよ、勝つね、ほんで、あ、レジ勝ったーって俺が言うね、大きな声。大きな声。ほんなみんな分かれへんから、酔うてるし。ほんで、勝ち残っていくね。悪いなぁ。まあでも、それぐらい、まあね。ほんで、あんな。それぐらい困ってたから。困ってた。レジな、はい、もう、残った2対、1対1になるやん、はい。それでも後出しして勝ったからな。うわぁ。カンペさんのおかげですよ、ほんまに。ほんとすごいやから。いや、まあ、それぐらいお世話になってますね。で、カンペさんがね、もう GM になって。はい、でも、早速あれですよ、もう、伝説の一日って、吉本今度ね、110周年やりますけど、はい、もうそこでもフル稼働で。もうそこで。はい、そこはもう新喜劇と、はい、漫才。はい。はい。とかで、1日やるよね。やりますよね。4月の2、3と。2、3、2日、3日です。ね。はい。さんまちゃんも最後ずっと出て、はい、ですよね、駐在さん、駐在さんコメディですね、のコメディやったり、コンペさんも新喜劇、僕は新喜劇と駐在さん、はい、2日間全部出るんですよ、どんな体力してんねん、もうすごいなぁ、3回やって、ケツに新喜劇がもう3回あって、で次の日も新喜劇ケツに3回、ネタもありますから、あ、そう、うん、それでも、うん、ネタ組でもすごいじゃん、すごいです、20人ぐらい出るのじゃん、ものすごい出ます、メンバーが、ダウンタウンも出るよね、出ます。ね、2日目の3回目かなんかやったら本当にこれは伝説の一日です、ね、いやそんな伝説の一日です、もうそれがもうまあ寛平 GM スタートぐらいのことですかね、もうそれ言うたら寛平 GM 体制での新喜劇のスタートがこの伝説の一日がスタートで、はい、まあまあそうなってるんですけど、うん、はい、いやもう僕はもうちょっと恥ずかしいですけどね、うん、いやいやおっしゃいますやろもうそんな、うん、本当に、いや、なんとか頑張っていかなかなと思ってね、はい、はい、もうすごい、ほんまに、はい、じゃあ分かりました、はい、じゃあ後半もね、引き続き、はい、よろしくお願いします、はい、CM 挟みまして、寛平さんです。日本放送 The Radio Show。 しつこい肩の痛みでも、つらい腰の痛みでも、ささっと一塗りバンテリン、効き目の成分がススーッと痛い患部まで入っていって痛みを直に取ってくれる。これがバンテリン効和エキアルファの効き目です。痛いとくればバンテリン。第2類医薬品です。はい、ここで中央事務所よりクレジットカードをお持ちの方に現金が戻るかもしれないお知らせです。あなたがお使いのそのクレジットカード、お支払い時に利息を払いすぎていた可能性があるので返金を受けてください。対象のカード会社は100社以上。有名なスーパーやデパート、ネット通販のカードも対象です。毎月2万人以上の方からご相談を受けています。
まずはあなたに現金がいくら戻るか無料でご確認ください。その後のしつこい営業電話はありません。代表は法務大臣認定司法書士の福間直也。お電話は0120-10-10-10-10-10-10。 はい、車を高く売りたいようにおすすめウェブサイトがあります。車高し、ちょうど車の下取りを考えてたの。下取り？ノンノンノン。車高しのサイトで So many、 たくさんの買取店を比べてみなきゃ。何それ素敵。そう、450万人以上が車高しで車売りました。たった1分 You の車のことを入力すれば最大8社の買取額が届いちゃう。わお、簡単。あとは一番高いところに売ればいいってことね。コングラチュレーション、大正解。車を高く売りたいなら車高しで検索。車高しカービュー。ベリーベスト法律事務所よりお知らせです。ご存知ですか、工場でアスベスト石綿を吸い健康被害を受けた方は国から最大1300万円の救済の可能性があります。工場と聞いて皆さん、アスベストそのものやその建材を作っていた工場をイメージしていませんか。実は医薬品、化粧品、プラスチック、ゴム、ガラス、セメント、繊維の製造なども対象となる可能性があります。製造過程でアスベストが使われていた場合、工場にいた方、出入りしていた方、運搬していた方なら誰もが救済の可能性があります。まずはあなたがいくらもらえるのか無料でご確認を。0120-70-7000番、70-7000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。どうも、サンドウィッチマン伊達です。富澤です。土曜午後1時からお送りしておりますラジオショーサタデー、今度のゲストは我々と同じ宮城県出身で先輩でもありますマギー真嗣さん。マギーさんには昔からお世話になって、うん、いやそうでもねえな。あ、確かにな。まあでも尊敬はして、うんうん、いやそれもしてねえな。いや態度がでっかくなっちゃった。サンドウィッチマンザラジオショーサタデー、明日午後1時から。さあ引き続き狭間寛平さんです、ね、この CM の合間に、はい、ね、はい、言われへんこといっぱい聞きましたけど、まあ、それは裏事情、裏事情頼むよ、大変ですねという話なんですが、でもありがとうな、なんか、はい、もう大体前半でもう帰れって帰らされんねんけど、またこなしてちょっといやいやいや、とんでもないかも、大概もう帰りやとか言われるやん。いやいやいや、そんなこと言わないですよ、僕は。いやいや、でもほんまいつもそうやで、そやのに後半までこなして後半までこなして残してもらって。亀さん、メール来てるんでちょっといいですか。ありがとうございます、はい、この方は川崎市の頭の中の野菜畑さん、寛平さんが新喜劇をやられてきて大変だったことって何ですかっていう。そうですね、僕は24で、はいはい、あの座長になって、若い時に、はい、新喜劇の、その時何にもあの、うん、芝居もできへんのに、はい、あの座長になった時が一番辛かったね。なんでか言ったら、はい、新喜劇で始まるやん、はい、あの初日開くやん、はい、ほんなら、うん、1回目やって、うん、受けへんなんだとか、はい、いっぱいあったら、うん、今度直しがあるやん、はい、はいはいはい、なあれ座長が直すねんな、本書きと一緒にあの話して、ほんでこうした方がええんちゃうかとか言いながら直していって、うん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 、2回目の時には、うんうん、あの座員に お前ここ言え、はいはい、ここからお前こう出てこいとかいうのを教えるけど、うんうん、お芝居も何にもわからんのに、うん、座長になったやん、うん、その時がやっぱ一番辛かったな。何も言えずですか。え、何も言えず、うん、何にも言えず芝居のことわからんもん。まあ、そうですよね、入ってまだ何年目かでしょ、それ。そう、もう3年目で。うわ、入って。先輩ばっかりですよね。全部先輩。でも当時の先輩ですから、そう。かなり、ね、怖いですよね、今と違って先輩も。うん。うわ、まあまあ、花木京さんとか、ね、岡八郎さんとか、はい、桑原和夫さんとか、ね、な、もうそうそうたるメンバーがいてたから。はいはいはい。はい、怖かったですよね。それをなんとか乗り切って、まあ2年ぐらい悩んで、あ、うん、ほんでそこで、あの、うん、裏を、あの、先輩の裏を保証していって、はいはいはい、そっから借金がまたどんどん転がるように膨れ上がっていくとき、あの時は一番辛かったな。うわ、もう子供と手つないで死んだろう思ってた時です。それはその後。あ、その後。鳴門海峡に掘り込もう思ったね、もう。俺、天、俺もあれも思い出したらな。怖い話やな。あの娘、あれほんまに、はい、あ、剛と結婚したい言うてた娘。いやいや、それは大丈夫。小さい時。そう。ほんまに、3、4歳の時やったかな。そうもう人に騙されて、騙されて、もうその時にもう、うんうん、あのフェリー乗ってる時、甲板のとこで、手ポッと持ってな。
写真撮ってんねんけど、あの時もうこの子掘り込んで俺も死のう思ったらそれぐらいの気持ちになった時あったもん。それを乗り越えてですよ。いやすごいよ、想像絶するよね我々。でメダカショーとカンペイさんの犬と猿が生まれるとあれにあれを超えるもんないですけどね。だから僕がその時に、はい、もうそういう気持ちになって、うん、もう大変な時に、はい、八方ちゃんは八方ちゃんで、はい、もう俺あかんと、はい、借金だらけで、はい、ほんでホテルで、うん、あの首をこう、うん、こう首にかけたとこまで行ったんやで。もうそこでなんとか思いとどまって、そこでなんとかもう思いとどまって、でうわ怖、うん、そういうとこぐらいまで行ってたんや。昔の芸人さんはすごいですよね、やっぱり。ほんまに生き死ぬか生きるかみたいなことですか。まだ言ってたよな、みんなな。そうですね、うん、大丈夫ですよ。だからそんな寛平賞がそうやって GM になって、うんうん、なんとか頑張らなあかんってな、引っ張ってください本当に頑張るわ。そんな賞やったら絶対いけますから、うん、ありがとうございます。ヘリーのね、寛平の写真会見たいなと思って、うん、いや、どっ知ってるやろ。知ってます。知ってるやろ。一回見ました。見てな。うん。全然なんか笑顔でも何でもない写真です。もうね、ほんと怖い写真。それ聞いてみたらものすごく怖いですよ。その写真ね。いや、ほんまに。もう言葉は何とも知れんと歯抜けてな。歯抜けてな。歯抜けてにゃーっと笑って太陽に向かってな。すごいですわ。ほんますごいわ。そんなことがありました。本当見せてください神戸さん。あの時辛かったですわ本当に。いやでもそんなのか、ね、芝居もできへんのにもう座長になって。でもそっからそっからですから。そっからね。でも神戸さん、でもそれはメダカちゃんのおかげ。26歳の時に池のメダカちゃんが僕の座に入ってくれて、はいはい、そってメダカちゃんが全部手直しした。はあ、新喜劇。あ、そうなんですね。受けへんとこは。へえ、はい、もう去年やったかな、うんうんうん、もう感動しましたからね。もう70過ぎてる2人は。あ、じゃあ芝居の中でね。いや偉いですよ、まあ、いやいやほんまにね、うん、地方巡業行っては、うん、もう真ん中で猿と猫で大暴れして、うん、ほんで暗転前やで、うんうん、全部真っ裸にすんねんで、うん、メダカちゃんを。もうほんまにそのね、メダカさんが脱がされた服を全部カンペさんがズボンの中入れていくっていうね。もうあんな面白いもんね。下で去っていくね。はい、ほんで一人裸でど真ん中転がって転がってチンチン押さえて、はい、電気消して言って暗転や。はい、もうそれはもうこれにかなうものはありません、ね、ありません。まあ、第二の二人をだからこれから作っていかなあかんね。作らなあかんね。わかりました。うわすごいな、ほんまに。こんなことまだやってますからね。いや本当に。あ、もうお時間ですか。その何でしたっけ、さっきのシアターでしたっけ。はい。NGK の下のね。下のね。はい、よろしくお願いします。吉本新喜劇セカンドシアターのが4月から。はい、で3月26日、はい、カンペナイトマラソン沼津でやりますので。沼津でやります。はい。はいはい、ぜひともね。はい。ここまた来てほしいと思います、はい、ナイトマラソン。ナイト、あ、夜、夜走るやつ。はい、あ、ずっと、石川県加賀で。あ、加賀もやってます。あ、そっか。すごい盛り上がります、はい、ナイトマラソン、5キロコース、10キロコース、25キロコー ス, コース、はい、夜スタート、はい、25キロコースが17時スタート。はい、そうです。これ寛平さんももちろん走る。はい、僕は10キロ走ります。すごい。もちろん雨天結構で、はい、はい、やります。はい、沼津ですね。沼津です。静岡県沼津の方でね、はい、ぜひ皆さんね参加していただきたい。若手にも助けてもらって漫才とかもね、はい、はい、いろいろまたやって新しい子にやってもらって。なるほど、わかりました。お願いします。お願いします。お願いします。はい、お願いします。さあ本日のゲスト狭間寛平さんでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。一緒に学ぼう SDGs。 国内及び国家間の格差を是正すること、それがゴール10、人や国の不平等をなくそう。身近なことから始めてみませんか。日本放送は SDGs の達成を目指します。損保。安心安全健康を願う人々に寄り添い、パートナーであり続けること。私たちは
最高品質のサービスでお応えします。今日という日を楽しむために、損保ジャパン。プシューッと一吹き、ダニを寄せ付けないスプレー、ダニクリン。花粉やハウスダストも包み込むダブルの働き、ダニクリン。プシュー、ダニクリンダブルケアは植木から。プシュー、イキイキ植木。産経新聞烏山サービスセンター講演会のお知らせです。今回はジャーナリスト桜井よし子さんを迎え、激動する世界と日本の進路について徹底分析。3月16日午後6時半から、場所は世田谷区烏山区民センター。入場料4000円、25�歳以下2500円。翌日ネット配信でもご視聴いただけます。ネット配信は2000円。お申し込みお問い合わせは産経新聞烏山センターまで。03-3300-2122、 03-3300-2122。ここで電車に関する情報をお伝えします。人身事故の影響で運転を見合わせていた JR 相模線ですが、先ほど2時29分ごろに全線で運転を再開しました。ただこの影響でダイヤの乱れが出ていますので、ご利用の方は引き続きご注意ください。電車の情報でした。日本放送ラジオリビングスペシャル。さあ、今週のラジオリビングはスペシャルリビング、総決算春の大感謝祭。最終日の今日は、店頭ではなかなか買えないプロの美容師さんも認めた一品、シャープとアデランスが共同開発したプラズマクラスター搭載のスカルプエステドライヤーがスペシャルリビングということで、一度限りの奇跡の登場ですよ。しかもアデランスの販売価格の半額以下という驚きのお値段が実現しました。あのシャープのドライヤーというと、女性だけでなく髪に悩む男性にも爆発的な大ヒットとなりまして、髪を乾かすだけではなくて健康な頭皮に導くという新発想のドライヤーということで、以前このラジオリビングでも大好評いただいたんですね、うん、今日ご紹介のこのドライヤーは、そのシャープとおよそ半世紀にわたって髪を研究し続けている毛髪のプロフェッショナルアデランスが共同開発した、まさにドライヤーを超えたドライヤーということで、一度使えば納得しますよ。ドライヤーを変えただけでツヤツヤサラサラの美しい髪に導きます。私も使ってみたんですが、まとまる感じがね、とっても気持ちよくて、音うるさいね、ごめんなさい、お父さん、そうなんですよ、赤く光ってるよ、そうなんですよね、はい、これ気持ちいいですよね、はい、同じシャープのドライヤーでもプラズマクラスターがないものと比べると、はい、枝毛や切れ毛などおよそ 50% も抑えるんですよ。だからこそ仕上がりのしっとり感が違うんですよね。それだけじゃなくて、レジさん気持ちいいとおっしゃってましたけど、はい、アデランスのサロンさながらの頭皮ケアまで実現するんですよ。アデランスが重要視しているのが頭皮ケアでして、頭皮が不健康だと抜け毛の原因になり、健康な髪の毛が生えてこないとよく聞くんですよね。赤いラインしてレジ君に渡しといてもらえますか、今のね、二重線引いといた方がいいですか、はい、頭皮ケアを忘れなく、このドライヤー付属のあの手の指を大きく開いたようなアタッチメント、はいね、はい、これを取り付けて、うん、生え際から髪をかき分ければ乾かすついでにヘッドスパのような頭皮ケアができるという、まさにメリージさん先ほどそういう使い方されてましたが、はい、これアデランスのサロンでも実際に採用されて、髪や頭皮に対する有用性の研究が進む赤色 LED も搭載されている。なんで赤く光ってたの。そうなんですよ、それが秘密、うん、そうなんです、髪を乾かすついでに頭皮ケアまでできるという画期的な一品なんですよ。シャープとアデランスが共同開発したスカルプエステのドライヤー NLED ソニック、アデランスの販売価格が4万700円なんですが、ええ、なんと半額以下の税込み19,800円です。安い。そうなんです、スペシャルリビングですからね、はい、しかも頭皮環境を整えるシャンプーとリンスのお試しセットまでお付けしますよ、はい、お色がゴールド系、ブルー系、レッド系があるんですが、レッドが残り少なくなってきているそうですので、はい、お悩みの方はお早めにどうぞ。お申し込みはフリーダイヤル 0120-99-8844
0120-1242-86 0120-1242-86 までどうぞ。お使いの方からは、あの使い始めてから友人や美容師さんに髪質変わったと言われるようになりましたとか、さすがアデランス、熱くなる、なりすぎず髪の毛がしっとり乾燥するなど大絶賛いただいてます、うん、この温度調整もね、いろいろとこう秘密がありまして、はい、心地いい温度で乾かすことができるんですよ。まさに髪と頭皮にこだわり尽くした画期的なドライヤーです、はい、髪の毛でね、印象も変わりますので、お買い得なこの機会にぜひどうぞ。シャープとアデランスが共同開発したスカルプエステのドライヤー NLED ソニック、アデランスの販売価格から半額以下の税込み 19,800円です。関東1都6県は送料無料です。お届け返品についてはお問い合わせセンターへ。お申し込みはフリーダイヤル 0120-1242-86 0120-1242-86 までどうぞ。東京マラソン財団からのお知らせです。3月6日日曜日は東京マラソン開催のため長時間の交通規制が行われます。今大会より一部コースが変更になっております。沿道での応援はお控えいただきますようお願いいたします。詳しくは大会公式ウェブサイトへ。日本放送強しエンレイジー from 中川家さあ、ここからはトップ3は何でしょうのコーナーです。中川家のお二人があらかじめ考えたトップ3を予想して、全て正解したリスナーの方の中から1名様に Amazon ギフト券3000円分をプレゼントします。先週出題したテーマ、剛さんの体の痛いところトップ3は何でしょうでしたね、はい、ヒントもねたくさんいただきましたが、まずはトップ3の発表からお願いします。はい、はい、3位は、はい、足ですね。足、足、はい、具体的に言うと、もう足のどのあたりとか。足の付け根ですね。付け根、常に痛い。常に痛いらしいです。足の付け、足の、まあ、足首のとこかな。足首、僕ちょっとラグビーでゴンってやって曲がってるんで、足の付け、くるぶしのとこ、それでも走らされたんで、もうそのままの形で治らない、治らない。それが3位の足、はい、2位は腰、はい、腰、これはみんなじゃないですか、ね、まあね、来るとね、寝て起きたら痛いですから、うん、ぎっくり腰もやってますし、はい、うん、そして1位が、はい、これはほぼじゃないですか、みんな肩肩凝ったってみんなそうですよ ね、 ね、うん、足腰肩、あ、さ、足腰肩、はい、ほぼ全身と言ってますね。下から順番に足腰肩です、はい、はい、惜しかった方ね、いらっしゃいますよ、はあ、東京都葛飾区のキーちゃんさんは、はい、1位が首、あでした ね、 首ね、首もまあね、はい、痛めてる人多いから、そうですね、うんうんうん、来世は生垣さんも1位が首でしたね、首か、なるほどね、うん、そうですね、首も痛いでしょ、でも、さん首も痛いですけど ね、 ね、首は4位ぐらいかな、4位ぐらい時点でしたか、はい、はい、そんな中で正解された方、うん、4名いらっしゃいました。おめでとうございます、はい、この方の中から抽選で1名様選ばせていただきますね、はい、楽しみにお待ちください、はい、ください。さあ、来週のトップ3は何でしょう。テーマはレイジさんでお願いします、はい、これはね、テーマはね、あのよく見るテレビ番組トップ3でいかがでしょうか。はい、まあ、まあ番組はね、はい、そいっぱいありますけど、それはもちろん、はい、それヒントは出しますよ、はい、第3位はね、昼間にやってる、お、グッと絞られましたね、はい、まあいろいろ多分好みがあると思うんですよね、なんとなくつけてるとそれがなんか落ち着くなっていうのは、僕はその番組が落ち着くというね、うん、まあ、お昼のもう12時から、ね、はい、もうそれ以上ストップ入りましたね、はい、非常に厳しいですね、はい、ディレクターが、はい、はい、そして第2位が、第2位はね、もうドキュメントの番組です。これ一番有名なドキュメント番組じゃないですかね、うん、はい、ストップだそうです、はい、そして第1位が、第1位は、報道です。報道番組ですね、うん、ある報道番組です、うん、一番だから、あ、今日あれやな、ニュースあんまりちゃんと見れてないなっていう時に、それを見るとギュッと凝縮されてる、はい、
非常に皆さん、年配の方見てる人多いんじゃないでしょうか、うん、必ずチェックしてしまうという、うん、はい、ね、時間もええ時間ですから大体30分ぐらい、すいません、大ヒントでしたね、はい、というレイジさんのよく見るテレビ番組トップ3、はい、ぜひ予想してメールに書いてお送りください。 ngk@1242.com でお待ちしています。すべ、はい、て正解された方の中から1名様に Amazon ギフト券3000円分もプレゼントします。正解者がたくさんいらっしゃる場合は抽選となります。必ず住所と本名を書いてお送りください。締め切りは来週金曜日の午前10時、懸命に数字の3と入力してお送りください。以上、トップ3は何でしょうでした。中外製薬プレゼンツ、坂本理沙のヘルシーメルシー。皆さんの健康的な生活を応援していくスペシャル番組です。3月6日夜7時から放送。ゲストはこの方。家入レオです。今年はデビュー10周年。ちなみに番組は3周年。どちらもよろしく。さあ、それではね、メールテーマの紹介していきましょう。テーマは約束の話です。この方、富山県の、ラジオネーム古田貫さん、小学生の頃遊園地に連れて行くという、約束を父がなかなか叶えてくれなかったので、父のへそくりから1万円札を1枚抜いて友達と遊園地で合流しました。うん、今は申し訳ないことをしたなと反省しております。遊園地ね、ね、一大イベントですもん ね、 ね、遊園地行くだけで。ほんまに遊園地行って、遊園地が休みで遊園地の外の壁で車止めてお弁当食べたの思い出した。っていうか、その前に遊園地行くのにお弁当持っていくかって話ですけど、中に昔はよく行ってましたよ。で、外からあの止まってるジェットコースターを眺めながら、うん、はい、雨降ってたしね。覚えてるわ。じゃあ帰るか。でも覚えてるんですよね、うん、そういうのが意外と。そう、ね、車の中で食べたお弁当の味はまだ覚えてますね。どんな感情だったんですか。なんかこう切ないような嬉しいような、うん、久しぶりに外へ出たって感じ、うん、そうそうそう、母親がっちり化粧してましたからね。そうですよね、お出かけですから。車でお弁当食べて帰っただけなんですけどね。なんか未だにやっぱその話はありますね、うん、あの時覚えてるかいう話でね、うん、ありますね、うん、ね、親の財布からお金を抜くなんて世代的にはだいぶ古い方やと思いますけど。いや、半殺しですよそんなことしたら、うん、でもあなかった、一回財布ちらっと見たらほんま2000円しか入ってん時に逆に悲しくなったっていう。そっから取られへんよ。取られへん、さすがに子供でもわかる。でもあのこたつのあの、うん、ね、テーブルの下のとこにお金隠してんのは僕よく見てましたけど、うん、盗んだりはしなかったなぁ。あ、そうそう、母親の指先見てたらもう盗めなかったですね。あの、あれにあれと指先を見てたらね。いや、もう切ななるわ、もう、切ない話でしたね。切ないですわね、ほんまにね、うん、もう一つぐらいいけますか、この方、おからハイヒールさん、東京都台東区、私の父は、私何かやる気を出させるときに、様々な約束をしてきます。高校受験に合格したらプレステ3を買ってやるとか、大学受験合格したら、いつでも焼肉に連れて行ってやるなど、この他いくつもあるんですが、何一つ約束を守ってくれていません。ある時から、ああ、これも出任せで言ってるなと思っているんですが、ちょっと期待して頑張る自分が悲しいです。おかんにね、うんうん、白髪これ1本抜いたら5円あげるって言われて必死になってやりましたけどね。10本抜いて50円で猿みたいやったんですけど、2人ともおかん寝転がって俺横で座ってもくもくともくもくと母親の白髪を抜くっていう、ね、あれ儲かったな。儲かったな。1日150円ぐらいいったな。30本ぐらい抜いて、いいおやつ買えますね、そういうのやってましたね。あの瓶持って行ってんかったよ。何瓶？落ちてるジュースの瓶、あれ10円になるんですよ。あ、そう、あ、お店に持って、駄菓子屋に持って行ったら、はいはいはい、したね。正当なやり方じゃないですけどね、公園で拾った瓶を持っていくだけなんですけど。ちょっとあるんだやろ。そう、水で水道で。ああ、そんなもあったなね、釣られてね、いくらやるぞっていうのを言ってる、まあ、自分が親になっても言ってるよね、それ言ってるね、これね、人参ぶら下げる方式ね、100円あげるからちょっと行ってこいとか、そう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 
何々こうと、あるある言ってしまいますね。だからやれ頑張れみたいなね、はい、うん、ね、なるほどね、はい、今日のメッセージテーマ約束の話です。 ngk@1242.com までお寄せください、はい。月曜日から木曜日はナイツ、金曜日は中川家、土曜日はサンドイッチマン。お聞きの番組は FM93、AM1242、ラジオで聞いてもラジコで聞いても日本放送です。時刻は2時51分になるところです。日本放送ニュースです。ニュースデスク、森田さん、お願いします。はい、お伝えします。まず裁判です。東京電力福島第一原子力発電所で避難した住民らが国と東京電力に損害賠償を求めた3件の集団訴訟で、最高裁判所第二小法廷は東京電力の上告を退ける決定をしました。裁判官4人全員一致の結論です。2審判決のうちおよそ3600人に総額およそ13億9000万円の支払いを命じた部分が確定しました。避難者の集団訴訟で東京電力の賠償責任が確定するのは初めてです。一方、国の責任をめぐっては結論が分かれており、最高裁は4月に上告審弁論を開き、今年夏にも統一判断を示す見通しです。次に、国民民主党の玉木代表は今日、公明党の山口代表と会談し、ガソリンなど燃油価格の高騰を受け、ガソリン税の一部を減税するトリガー条項の凍結解除などを提言しました。また自民党を含めた3党による政策協議も要請しました。会談後、記者団に答えた公明党の石井幹事長です。国民主党さんはできれば与党自公で一緒に聞くような場も設けていただきたいという要請ありましたけど、それはよく自民党さんと相談させていただきますというふうに申し上げました。与党と野党の党首が政策をめぐり個別に協議するのは異例で、玉木代表は自民党総裁の岸田総理大臣とも会談する予定です。玉木代表です。できるだけ速やかにですね、政府あるいは自民党総裁としての岸田総理にもお目にかかりたいと思いますが、ただウクライナ情勢も緊迫しているし、さまざまな国際会議等々も急に入ったりもしているのも承知してますので、お申し入れはしているので待ちたいと思っています。一方、国民民主党が与党と接近していることについて立憲民主党の泉代表は今日の記者会見で、政権与党と対峙する野党の立場を変えるならば、今年夏の参議院選挙で国民民主党との候補者一本化を見送るという考えを示しました。次に、日産自動車は今日、元会長カルロス・ゴーン被告の役員報酬過少記載に絡む金融商品取引法違反の罪で法人としての日産に罰金2億円を命じた昨日の東京地裁の判決に対し、控訴しないと明らかにしました。一方、元代表取締役グレゴリー・ケリー被告の弁護側は懲役6ヶ月執行猶予3年の判決に控訴する方針です。日産は判決に、証拠に基づいて認定されたことは正当な判断だと重く受け止めているとコメントしました。おしまいに、 JR 山手線の全30の駅を500分の1の縮尺で再現した模型が今日東京駅の構内で公開されました。この模型は木製で、商業施設グランスタ東京内の広場スクエアゼロの天井から吊り下げて展示していて、巨大駅の複雑で立体的な構造をさまざまな方向から眺められるようになっています。展示はあさってまでということです。ニュースは以上です。はい、ぜひ僕もね、ちょっと行ってみたいと思います。ね、ぜひぜひご覧になってください。東京駅ですもんね。はい、森田さんでした。はい、ありがとうございました。高田ポルコです。やすこです。ピン芸人、同い年ルームシェアしている私たちが3月の土曜日のオールナイトニッポンポッドキャストをやります。はい、やすこちゃんははいしか言いません。はい、そしてポルコちゃんはリコーダーしか吹きません。はい、高田ポルコとやすこのオールナイトニッポンポッドキャスト、明日土曜18時配信です。時刻は2時55分です。日本放送交通情報です。警視庁の前田さん、よろしくお願いします。はい。
圏央道は故障車で渋滞しています。圏央道の八王子方面に向かう内回りの狭山日高インター付近に大型トラックが故障で止まっているため、鶴ヶ島ジャンクション付近まで8キロ半の渋滞です。首都高速道路は横羽線の下りの桜木町トンネルでトラックなど車4台の事故のため1キロ半の渋滞です。4号線の上りは三宅坂ジャンクション付近に故障車が止まっているため外苑まで渋滞しています。一般道路は東京の新青梅街道の上りが西東京市西原町2丁目で事故のため1キロ、神奈川の国道134号線大磯方面への下りは平塚市高浜台交差点で事故のため2キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの前田でした。前田さん、ありがとうございました。次の日本放送交通情報は有働のラジオの中で3時56分頃お届けします。それではテーマメールまた紹介します。テーマ約束の話、埼玉県川口市の、コネちゃん、1年に一度お正月、のみ会う親戚のおばさんに本を借り、来年のお正月に返すねと約束したんですが、1年後返すのを忘れてしまい、来年こそ返すと思っていたんですがまた忘れてしまい、今年で8年経ってしまいました。来年こそ返したいと思います。もう8年経ったら自分のもんですね。そんなルールない、そんなルールない。CD もありましたね。そのまま、いやよく聞きますよね。、はい、ありました、人の名前書いた CD が置いてあります、実家に。あとビデオとビデオ、ね、VHS もね、各家庭あるんやろね多分ね。だ貸し借りどころかもう携帯でスンって友達に送れるんちゃう。確かに今そう、音楽もね、そういうのないわね。借りパクなんかよう言いました。借りパクね、借りてパク。貸した方も誰に貸したか忘れてるから宙に浮いた状態になるっていうね。黙って返しに行ったら、え、俺貸してたっけとかね、そういうのもあったりとかね。金だけは忘れへんだよね、人間。貸した方はね、借りた方は忘れますけど、はい、そこだけ要注意で。今日のメッセージテーマ、約束の話です。 ngk@1242.com、 中川家の頭文字 ngk@1242.com でお待ちしています。ステッカーのプレゼント引き続きやっています。4種類の中からランダムで1枚をプレゼントしますので、ぜひたくさんのメッセージお送りくださいね。はい、先生、甘皮取るのやめてください、ね。爪の年立てるんで、変なとかピンと皮が出たりとか、ね、まったりお送りしています。ま、はい、もなく3時になります。はい、日本放送お笑いラジオスターライブ2022ライブ配信チケット販売中。日本放送のパーソナリティ、オードリー、ナイツ、アンガールズ、三四郎、ぺこぱ、5組のお笑いラジオスターが集合。3月6日日曜日午後5時開演、税込み2500円です。詳しくは日本放送イベントホームページをチェック。老後の資金考えてみませんか？セゾンのリースバックは自宅を売って現金化、売却後もそのまま住み続けられるサービスです。仮査定は最短即日、詳しくはセゾンのリースバックで検索。セゾンのリースバック。おうち時間が増えたけど何をしていいかわからないあなた、じゃじゃん、タキイの種高品質だから初めての人も大丈夫。お父さん、あ、私でも育てられました。個人の感想です。これなんだ、通販ごっこ、新しいな。おうち時間を新しく、タネのタキイ。ベリーベスト法律事務所より、集団予防接種により B 型肝炎ウイルスに感染した皆様へ、昭和16年から63年生まれの方を対象とした最大3600万円の給付が現在行われています。給付対象のご確認は 0120-70-7000 番、 70-7000 番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。料理がうまけりゃ万事が OK、 商売繁盛かっぱ橋、家庭円満かっぱ橋、プロも通うにゃわけがある。千客万来かっぱ橋、万歳三唱かっぱ橋。料理道具は浅草かっぱ橋道具街。鳩のマークの引っ越しセンターです。親切丁寧安心がモットー、タンス一つでも OK。 無料お見積もりは 0120-191900、 鳩のマークの引っ越しセンターまで。産地です。ザ・ラジオショー、3時です。
午後3時を回りました。中川家のレイジです。スースです。日本放送東島入りです。中川家ザラジオショー笑いをテーマに東京有楽町日本放送から3時30分までの生放送でございます。それでは3時の強めろちゃんのお天気です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。はい、天気はすごくいいですね。はい、はい、うん、風は今全然吹いておりません。はい、旗がダラーン、はい、ラーンとなっております。テンションね。気温が 10.2 度、はい、湿度が 40.6% です。はい、わかりました。はい、はい、またお便りの方が来ております。はい、この方横浜市のりょうさん。りょうさん、はい、もし強めろ、あ、僕呼んでる時静かに、もし、もし、あのね、僕呼んでる時はもう全然、あの、すぐ終わります。すぐ終わります。はい、聞いて答えていただきます。わかりました。もし、もしごめんなさい、もしに反応しちゃってごめんなさいね。じゃあ、もしは、まあ、もう抜いといてね、はい、強メロディーのオールナイトニッポンができることになったらどんなことしたいですか。皆さんでカニ、うん、カニパーティーでもしましょうか。いやいや、カニ鍋でも食べながら、いやいや、カニをつつきながら、 いと思いますよ。温まりますね。温まりますよ。何じゃ、ラジオのアナウンサー。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。絶対来てくださいね。行きたいな。来てくださいね。カニ食ったら喋らへんやん。強めるちゃんのオールナイトニッポン。勝手にやらんといても、ね、誰もやるとは言うてへんし、ニッポンは。てってで、てってでで、てってで。そのテンポな音楽。はい、私が入れます音。あ、どう、ゲストなんか誰呼びたいですか。例えばゲスト誰かな。はい。じゃあ、ポム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 プリンちゃんに来てもらおうかな。ポムポムちゃん。ニッポン放送乗っ取られますよ。ポムモン、ポムボン、ポムポムちゃん、難しい人だから、ここだけの話。難しいんですか。そんな話でもしましょうか。いやいやいや、それあんまり聞きたないですね。気難しい話を聞いたんですね。あとギャラなんかどれぐらいあったら、やっぱり、うん、ギャラのことなんて言いません。そのラジオができさえすれば、私ギャラなんて言いません。200万ぐらいで。やって、いや、ごてやめば。もうほんまにしょうがない、ボケばっ。何ですか、しょうもないって。しょうもないって言うてないです、ね、はは、ボケあるんやなっちゅう話を、ね、300万ぐらいで、はい、もうちょっと上げれよね。500万ぐらい。言うたからってその金額もらえませんから。あ、そうなんですか。言うたも勝ちみたいなとこあるから、昔の人やから、ね、え、いや、まあ、ぜひ、まあ、機会があれば、はい、強めるちゃんもちょっと やってみたい。そうですね、その日だけスタジオをピンクの花で飾って。あ、これ、そうですね、鍋は何の鍋をする。鍋しながらやる日。はい、なんか食べながら。カニか。カニですよね。カニ、春になったら、はい、ゲ、お鍋じゃないんじゃないですか、春になったら。鍋すると喋らなくなっちゃうからね。そうですよ、ダメですよね。なんかこうティーパーティーみたいにパウンドケーキがね、強めろちゃん好きだから、お紅茶持ってきて。そうですね、おばあちゃんが作ったパウンドケーキを持ってこよう。パウンドケーキのコーナーをやろうかな。いや、もう、もう勝手にもうやってください、それは。コーナーやったらええんちゃう。耳をそっとちょっとだけ上げるの。メールは受け付けません。え、なんで。ラジオの生命線やで。私が一方的に喋ります。やめてください、そういうラジオだけはやめてください。やっぱリスナーと友ですからね、日本放送はね。どうも強めのちゃんだよ。いや、なんで。キャラ完全変わってるやん。ごめんなさい、ごめんなさい、ダメですよ。もしね、やれる機会があれば、ね、皆さんに聞いていただきたいと。お天気です。はい、お天気です。東京楽町も日が差していますが、はい、午後2時までの最高気温、東京都心で 12.1 度でした、はい、明日もだいたい晴れる見込みで、最高気温が東京都心など15度を超えて、4月上旬並みの暖かさという予報なんですが、うん、4月上旬って何着てましたかね。何着てたやろ。難しいですよね、洋服。何やろ、ねえ、うん、そうなんですよね。パーカーやな。パーカーちょうどいいです。あ、どっちですか、こう被る方が、まあ、チャックで締める方。チャックで締める方。パーカーがちょうどいいか。ちょうどいい。脱ぎ着できますか。ちょうどいい。朝晩冷えるからね、まだね。そうですね。で、夜は明日なんですが、北寄りの風が強まる見込みですので、はい、なおさら薄着をしすぎないように、はい、明後日日曜日も晴れる予報ですよ。はい、中川圭太ラジオショー、3時30分までの生放送です。はい、
カードローンの過払い金は中央事務所。代表は法務大臣認定司法書士の福間直也。なんと、クレジットカードにも過払い金が発生していました。あなたのクレジットカードから現金がいくら戻るのか、無料で確認できます。0120-10-10-10-10-10-10。月曜日から木曜日はナイツ。金曜日は中川家。土曜日はサンドウィッチマン。The Radio Show。お聞きの番組は FM93。AM1242 ラジオで聞いてもラジコで聞いても日本放送です。 BS 富士ウィークエンドインフォメーション、この時間は BS 富士がお送りします。ここからは BS 富士で放送される番組の中から特におすすめのラインナップをご紹介する BS 富士ウィークエンドインフォメーションのお時間です。はい、BS 富士の番組はテレビのリモコンにある BS ボタンを押して数字の8のボタンを押すとご覧になれます。それでは参りましょう。最初に取り上げるのはこちら。あさって日曜日のお昼12時から放送、よみがえれ東北の鉄路2022、 3.11 を忘れない東北に石油を運べ、緊急輸送列車を走らせた鉄道魂。こちら鉄路を通して東北の復興を伝える番組です。被災地を救うことにつながった石油輸送ミッションの裏側に迫ります。東日本大震災によって東北唯一の石油所、製油所エネオス仙台製油所や貯蔵施設が被災して東北本線や東北自動車道が寸断されたことで石油の供給が完全にストップしました。その結果、警察、消防、病院などの車両を使った救助活動がままならない状況に陥ったんですね。当時はあの避難所のストーブが使えなくなるほど石油が不足したという情報も入っていました。はい、そんな一刻を争う事態を受けて多くの鉄道マンたちが日本海側から被災地に石油を届ける過酷なミッションに挑みます。唯一の輸送ルートである、あの電気を必要としない磐越西線で石油を届けるために、全国の鉄道会社が会社の垣根を越えてディーゼル機関車をかき集めたそうなんですが、これディーゼル機関車っていう数はいや、そんなにないはずなんですよね。で、結構貨物とか走ってますけども、それも全国に散らばってますから、うん、はい、ただそれをこう集結させようなんていうのはまた大変な作業で、これあのもう有名な話ですけどね、はい、これいや泣きますよ、これほんまに、うん、鉄道の力はすごいなって、ね、再確認するね、お話ですよ、これは。番組ではそんな過酷なミッションをどんな風に乗り越えたのかというところを追っていまして、うん、はい、JR 貨物や JR 東日本、日本石油輸送エネオスなど当時を知る方にインタビューを行って、実装の車両や再現映像も交えながらお伝えします。はい、本当に垣根を越えてという、そうですね、もう大変な作業ですけどね、垣根越えるのはまずね、そうですよね、はい、そのあたりぜひ番組でご覧ください。はい、鉄道史上最大のミッションを通じて鉄路の役割を考えよみがえれ東北の鉄路 2022 3.11 を忘れない東北に石油を運べ、緊急輸送列車を走らせた鉄道魂は、あさって日曜日のお昼12時から BS 富士で放送です。続いてはこちら。あさって日曜日の夕方6時から放送、木のストロー。フジテレビと BS 富士日本放送の3波連合プロジェクト、楽しくアクション SDGs の一環でスタートしたスペシャルドラマなんですよ。SDGs、もう耳なじみがいいですか？国連が定めた持続可能な開発目標のことですよね。はい、もう大体わかりました。ね、あの段ボール再使用とかもそうですね、うん、まあ、そうですね、そうですね、いろんなことがね、リサイクルも含めて含まれてくる話なんですが、はい、今回のスペシャルドラマはそんな SDGs の取り組みを行う企業を舞台に、堀田真由さん演じる若手社員が技術的に困難を極める木のストローの開発に奮闘するというストーリーなんですよ。はい、上司役が東京ラブストーリーやスーツなどで知られる鈴木保奈美さん、はい、
ね、この木のストローならお箸みたいに何度も洗って使えますからね。そうですね、はい、うん、ドラマのストーリーとしましては G20 の全ての会合で採用され数多くの賞を受賞した木のストローを開発実現するまでのこれ実話なんですよ。これまで環境問題やものづくりについて真剣に考えたこともなかった住宅メーカー広報課勤務の女性がなぜ世界も注目するアイテムを生み出せたのか、彼女の信念と情熱を描いた作品です。 SDGs とものづくりへの情熱を描いたスペシャルドラマ木のストローはあさって日曜日の夕方6時から BS 富士で放送です。そしてあさって日曜日の夜10時からは仲間分けとコント、今回は時代警察カレーと新幹線の2本が放送されるということなんですが、はい、新幹線のコント名田木たけしさんがそうですね新幹線でやからに絡まれる展開になると、はい、そうなんですよね。もう、ね、名田木さん今大変そうで事故に遭いまして、ね、まあのメールじゃ大丈夫です。あ、よかったです、はいはい、骨太なドキュメンタリーからコント番組まで、はい、BS 富士幅広いですね、はい、以上 BS 富士ウィークエンドインフォメーションでした。BS 富士ウィークエンドインフォメーション、この時間は BS 富士がお送りしました。ここからはしじみ習慣のご紹介です。外食の機会が減って食事はいつもお家、その安心感で1杯が2杯になり翌日がなんてことありませんか。そんな方にお試しいただきたいのが自然食券のしじみ習慣です。ということで自然食券のしじみ習慣無料試しセットのご紹介です。まずはお問い合わせ電話番号です。しっかりメモしてくださいね。0120-443-012 しじみ週刊は飲みやすい粒状の健康補助食品です。販売実績1000万泊を突破、 TPC マーケティングリサーチ調べでしじみ健康食品10年連続売上日本一、翌日にスッキリ感があった、朝から元気に過ごせたなど、お試しされた方の 90% 以上の方が満足したと答えています。その満足感はまさにしじみの良さから来ています。しじみそのものを原料に作っているしじみ習慣には9種類の必須アミノ酸、ビタミン B12、カルシウムなど体をいたわるしじみ本来の栄養が丸ごとギュッと入っています。前日に楽しみすぎて翌日が辛かったことがある方や、明日も元気いっぱいに過ごしたい方はこの機会にぜひお試しください。お試しセットはおよそ10日分です。お試しですから送料込みで無料です。ただし一世帯様1回限りです。お問い合わせは 0120-443-012 自然食券まで、ラジオを聞いたとお伝えください。お届け返品などについても0120-443-012 までどうぞ。さあ、テーマメール紹介したいと思います。テーマ約束の話、この方群馬県高崎市春太郎さん、先月健康診断を受けてきました、問診票の最後の方に運動をしていますかという項目がありますが、毎年自分への約束として近日中にする予定にチェックしてますがなかなか気が進みません。しかし驚愕のコレステロール値だったので、この約束を着実に実行するため毎日8000歩を目標にウォーキングを開始しました。いつになったら成果が出るのか気の抜けない毎日を過ごしております。へー、うん、走った方が早いですよ、うん、本当に本当に走った方が早いんです。走って息上がるから、うん、年齢的にもね、やっぱウォーキングが一番と言われてますけどね。運動してますか、タバコは吸いますか、はい、
睡眠は取れていますか、はいね、もうそれも問診もう民でもかけるね僕1日何本とかね、いうのもあるしね、何合ぐらい飲んでいる薬は何ですか、睡眠取れていますか、書いてるんですね、ちっちゃい欄に薬の名前を書くわけですね、以前に大きな病気にかかったことがありますか、いいえ全然違うとこ言いえしちゃったりするんですよね、そうそう間違えてね、とんでもないね、今痛いところはございますかそんなん、言いますから書かんでももう口で言った方が早いからめんどくさいんですよねあれ問診票多いもんね、だいたい問診票めんどくさいと思ってる人は多分運動してないやろなそうか、辛くやけど、いやすごい、だから8000歩歩こうにもね、もう大変ですから、1時間2時間ぐらいは歩かんとね、だから普段どんだけ人が歩いてないかっていうことだよね、そうですね、歩いてないよね、そんなにね、歩きますかっていうさ、僕めちゃくちゃ歩きます、何キロでも歩きますよ、もう、あそう、ストップって言われるまで、おかしい、それもおかしい、犬みたいに、ストップ。止まって、うん、東島さんとか歩いてるんですか、びっくりするぐらい歩いてないです、あら、もう会社とお家の往復分ぐらい、はいはいはい、ですね、あそうですか、はい、まあそうか、よくないですね、やっぱ座って読むのが仕事やからね、うん、ね、別に中継行くわけでもないしっていう、僕はもう週一で、うん、死にそうなぐらい走ってますルームランナーみたいなやつあジムでね、うん誰に頼まれてんのあんたぐらい走ってますたまに行ってますねジム行ったらねっていう人いますよ誰に頼まれてんのっていういや人質取られてんのみたいな人いますよたまに、いやでもね体はね、うん、気をつけていただいて、ね、レジも歩いてましたよね、僕はいい時歩いてましたけどね、これなかなか歩くって言うてもね、なんかやっぱ目的がない、ね、退屈でしょう、うん、そう、うん、そうほんまに、だからね、うん、馬みたいにお尻パンパン叩いてくれたらその都度びっくりしてずっと距離稼いで歩けんねんけどねなかなか退屈、暇ですもんね、あ暇よほんまに、うん、皇居周りなんてね走ってる人ばっかりやからね、歩いてたらちょっと恥ずかしくなるぐらい、ね、結構ね、だからまあそれでもまあこれコレステロール値っていうのはもう絶対年齢いけばいこうと言われますからね、これはねほんまに、しまいにもう解決せんかったらお薬出しておきましょうなんかこう言われたりなんかしますけどもね、この方東京都中野区の、みっちょこさん、私は結婚した時にもしも離婚することになったら離婚届を出す前日にバンジージャンプをしようと約束しました。お互いに相当な高所恐怖症なので恐怖を分かち合うことによって離婚を思いとどまるんじゃないかと思ったからです。なるほど。結婚して15年が経ちましたが、テレビでバンジージャンプにチャレンジしている芸能人の方を見ては離婚が決まったらねと主人と話していますが、うん、その日が来ないことを祈っております。あら、まあ、あとなんか、うん、ちょっと楽しそうな会話して、そうね、夫婦でせって言いながら、うん、最後どちらかが亡くなるときに枕元で言うんですかね、あこれをバンジージャンプしなくて済んだねみたいな、仲いいんでしょうね、こんな話できるぐらいやから。そうですよねえ、そんな、うん、一言も喋られへん夫婦もいますからねいや現実にね、うん、もし離婚したらな、でもそんなテーマで喋るのなんてっていうね、夫婦もいてますからね、ほんまに、まあ、約束事とか夫婦間のっていうね、なんかありましたか、ご結婚される時とか約束なんて作らないです、そもそも約束作るようなもんじゃないですよ、うん、夫婦は別に何の約束ですかそんなの。これ楽しい約束やったね、学校やないねんから、はいはい、すいませんみっちょこさんのこと家に法律なんて作ったらダメなんですよ、くつろげる場所に法律なんて作ると、まあ その都度でね、いいです、うん、みっちょこさんのことじゃないですからね、こういう楽しいね約束やったら、ね、みっちょこ、はい、あすいません、何やそれの名前は、何やそれ、いやラジオネームやからラジオネームなんでね、何にでも食らいついてくる、はい、あんまり気にしない、はい、かなり安全でいきましょうね、はい、はい、今週もたくさんのメッセージありがとうございました、ありがとうございました、ステッカーのプレゼントお待ちくださいね、はい、さあこの後は日本チャレンジダーストリートをお送りします。日本チャレンジドアスリート、この時間は東京ガス、三菱商事、味の素、田中貴金属グループがお送りします。
ていますと決意を語りました。また開会式の旗手を務めるのはパラノルディックスキー男子の20歳のホープで、こちらもメダルが期待される川除大輝選手です。先日このコーナーに出演してくれた2人、競技での活躍も期待しましょう。日本チャレンジドアスリートでした。社会の基盤を作る仕事がしたくて東京ガスに入社しました。でも再生可能エネルギーの担当になった時はびっくりしましたね。え、ガスじゃないんだって。でも会社のこと勉強するうちに分かったんです。50年前に全社を挙げてクリーンな天然ガスに転換したように、時代に合わせたエネルギーをいつも届けようとしているんだなって。だから夢はそれぞれの地域でうちにはこんな発電所があるって自慢できる未来が来ることですね。うちは日当たりが良くて太陽光発電に向いているとか、うちは寒いけど風力で電気がいっぱい取れるとか、再生可能エネルギーがその土地の名産になっているといいな。今入社2年目です。次の世代にもずっと残るやりがいのある仕事です。地球の未来を見据えて今日も新しいエネルギーを育て続けています。東京ガス。さあ、中川家ザラジオショーお別れのお時間でございます。今日ゲストね、関東に来ていただきましたけども、感想来ております。この方、大田区のコパさん。剛さん、随分とでっかい約束されましたね。僕がたまに会社休む時のとっておきの言い訳があるんですけど、教えましょう。へぇ、何やの、気になるね。言い訳な、言い訳いいの欲しいな、言い訳。いいのね、誰も傷のつかへん。ねえ、はい、難しいね、俺はね。さあ、この方、横浜市島根湖聖火さん。ゲストの寛平さん、若々しくて元気で面白かったです。審査員のオファーを受けてしま、受けてしまいました。じゃあ、受けていましたが、もし、木本さんのサウナ行く日と日程が被ったら、レイジさん、どちらを優先しますか？どちら優先するか。ああ、難しいな。どっちかや。どっちかやな。うん。審査員。木本さん、代わりに僕は行きますわ。サウナ。はい。行ってくれる？うん。ありがとうございます。そんなありがたいことは。この方、東京都港区、ヒアシンスさん。ゴーゴー剛さん、週末はどこにゴーゴーしますか？大阪ですね。大阪か。明日が。ね。ゴーゴーの仕事ですね。ゴーゴー仕事。日曜日は立川の方に。立川行きますんで。はい。立川の方へ。ゴーゴー。ゴー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 。言い方、言い方どっちでも。そのゴーゴーの言い方はね。ゴーゴー強し。ゴーゴー強し。安い名前、安い芸名、ゴーゴー強し。さあ、来週の中川家ザラジオショーですけども、ゲストはマキタスポーツ、はい、そして明日のサンドイッチマンザラジオショーサタデーのゲストはマギーシンジ、そして来週月曜日ナイツザラジオショーのゲストは小籔和豊君でございます。小籔君ですね、新喜劇のね、うん、はい。そしてお聞きの日本放送、この後は宇藤由美子さんの宇藤のラジオでお楽しみください。はい、ここまでお届けしたのは中川家のレイジと剛と日本放送東島恵里でした。我々とまた来週の金曜日にお会いしましょう。さようなら。さようなら。